すみません、ちょっとこれゲーム音入ってますかね？なんか、入ってたらいいんだけど、なんかもしかしたら入ってないかもしれない可能性が。ちょっとすみません、お風呂入ってました。すみません。お風呂入ってたら、上がったのが4分前だった。あ、やっぱ入ってない？ちょっと待ってください。いや、なんか今、OBS 上では音が出てる扱いになってるんだけど、録音したらね、音が入ってない、なんか聞こえなかったから、あ、やっぱないっすね。ちょっとお待ちください。この HDMI 新しく変えたんだよな。HDMI ケーブルを変えたせいでしょうか。いやね、仕事でもね、HDMI ケーブル新しく使うから、一本ね、近くにあったやつをパクったらさ、このね、ジジェイのやつが一番ちょうどよかったから。これで入ってたりします？よいしょ。ちなみにこれ入ってなかったら割と困るんで。入ってなかったらゲーム再起動し直すかな。さっきまで入ってたんだけどなぁ。あら、入ってない。なるほど。なるほど。なぜ入っていない なぜ入っていない。おいおいおい。ちょっと待って。汗かいてる。音が入ってない。なるほど。冷蔵が出てるけど音が入っていないか。なるほどね。なんでしょうね。ここも再起動したらこんなことになるなんて。少々お待ちください。大丈夫かな？なんか俺変なもん映んねえよな。今ちょっと一回 PS3 を落とす。多分、いや、見せちゃいけないものは映らないはず。はず。でもこれ PS3 の問題じゃないよな、絶対。気まずい、待ち受けやめて。いや、大丈夫なはずなんだよな。特に何もないから。この動かしてる音とかも入ってないよねってことは。あれ？なんでだ？なんか設定いじったっけな、俺。よいしょ。なんでこっち画面的には入ってることになっているのにそっちに行っていないのか。果たしてなぜなのか。なんだって？そうそうみたいなのも入ってなかったってことは今の PS 起動も入ってないですよね。PS 起動も入ってないってことですよね。そうか。なぜだい？ちょっと待って。お父さんマジで消えちゃったんだけど、ちょっと待って。代わりになんかお父さん流しとくか、しょうがねえ。おいおい、完全おとなし配信とか何なんだよ。完全おとなし配信悲しいからさ。いや、多分 OBS だと思うんだよな。でも OBS 的にはね、音出してるんだよね OBS 的には音入ってるって言ってんだよ、こいつ。こいつなんか音入ってるっつってんのに、音出てないっていう悲しいことになってる。え、隣人には優しくないんですよ。なんでかって、普段からゲームやるときには、ね。あ、でも、あれか。見てる人的には優しいのか。俺的にはどうせ声しか入ってないから、あんまり変わんないんだけど。じゃ、ちょっとなんか、音ないのかわいそうなんで、なんかナイトガンダムに曲でも流しときます。よいしょ。マジ、OBS さんに今騙されてるからさ、俺。OBS さん、音めっちゃ入ってんだけど。なんなんこいつ。え、待って待って、モニターオフになってない。モニター出力になってる。はい。てか、そもそも設定変えてないんだからさ。
設定変えてねえんだからさ、あ、変わってないことはないはずなんだけどな。よいしょ、F のオープニングはマジでかっこいいっす。マジでかっこいいんだけど、今音が出てないです。で、残念ながら今音が出ていません。あれ？あれれ？あれれ？ちょっと待ってね。そうだな。これつけるとまずいな。え？でもな、もっとって。ちょっと待ってな。ほんとちょっと待ってな。ほんと申し訳ないんだけど、ちょっと待ってな。なんならこれパソコン再起動して怒ってるんだよね。ちょっと待ってね。ちょっと一回まず OBS 落とします。俺の一番エグいのさ、俺側で音が出てるか確認できないことなんだけど。あれか、俺も配信すりゃいいんだな。え、音来た？なんだって？なんだよ、マジで。なんだったんだ、一体。お父さん来た。了解です。ありがとうございます。ちなみに、お父さんノイズ出てはない？ノイズ満載だったりはしませんかね？大丈夫ですか？くそが。結局、OBS の再立ち上げだよ。何なんだこいつはよ。ノイズない、ありがとうございます。ああ、助かった。あっつ！あっち！冗談ではない。ふん。風呂上がりにこんなさ、バタバタしてんのマジで。マジで。あ、オーカイブ配置ありがとうございます。でも開始何分？開始7分間ぐらいかな。開始7分間ぐらい音ないんで 僕が一人で黙々と、喋ってる上に、あとね、そんな感じの配置だったんで、その辺だけお気をつけください。マジで風呂上がりバタバタだよ、もう。汗かいたわ。後でもう一回風呂入ろう。やっちぇ。よし。はい。はい。ということで、皆さんお疲れ様です。冗談ではないだわ。マジで冗談ではないだわ。くそ、こんなことならパソコン落っこちてよかった。一回再起動したらこのありさまだからね。よいしょ。あちゃあちゃあちゃ。ということで、待って。ちょっと待ってね。ああ、熱っ。メガネをかけててさ、こうさ、ヘッドフォンをつけてやってるんですよ。そこに汗がすげえ溜まった。まったく。はい、ということで今日はね、ジャブローなんですよ。ジャブローです。なんでね、俺今日早めに始めた理由がありまして、もう長いの分かってるからさ、長いの分かってっからさ、ジャブローだけで今日何時間かかるかなって感じなんで、なんとかね、ジャブローをね、いい感じの時間に終わらせるために早くから始めたんですよ。とか言ったら、風呂上がりバタバタするわ、音出ねえわでバタバタするわで、散々だよ。いやー、ジャブローがね、やばいと思うんだよね。鶏文社の GJNF 一生楽しむ方懐かしすぎ。さすがにもうね、20年前ぐらいにどっか行った。いやー、ジャブローですよ。ま、9時から始められたから、よしということで。ジャブローに散る。ジャブローに散る。よいしょ。実質9時放送ですよ。まあ、9時からやってんなら、まあでしょ。いや、ホワイトベースと実践繰り返しまくった船だからね。なんたって、全部ホワイトベースだけで片付けてきたからさ。やば。襟足付近に汗の溜まり方がえぐい。あー、マチルダさん。
マシルダさん、前回無駄死にをしてしまったから。赤い服着て侵入よし。周りが工作員のなんか茶色い服着てコソコソやってんのに、それだけピンク色ので超目立つ服着てバレてんのよし。あ、そっか、このステージで志願兵来るんすね。でけえ志願兵、でけえ。マチルダ注意は、いやー、でもアムロは十分なことしたよ。アムロだって一人で、やらんとガンダム日記の働きでマチルダが助けられて戦争が勝てるなるということは甘いものではないらしいけど、少なからずマチルダは多分助けられた。だってね、だって一人でガイアワンパンしてんだから。ジム ×6? ジム ×6? 志願兵6人エグすぎでしょ。え、だってここまでがさ、3、4の7人だったんだよね。ってことは倍手に入るってこと？ハイパーハンマーでドムはワンパン、ボラスキリフ、ボラスキリフじゃないか、ゾックじゃないか。正面から見ても後ろから見ても、同じなゾックじゃないか。いや、志願兵6人はさすがにでかいよ。エリコバって、あー、俺たちのトーチか。速攻でアルテイシャってよく判断できる。はい、皆さんこんばんはです。お疲れ様です。よし、ソルモンは志願兵てか、もう一年戦争だってこれで、13人。はい、赤鼻じゃねえか。赤鼻はもうね、トラウマだよ、赤鼻なんてものは。ご神体はいないです。ご神体は出ません。キャトルとかいうご神体は出ませんよ。まずなんだってここはね。さすがにそうだよね。ここが最後の志願兵だよね。13人入るのって相当じゃない？多分、初代が一番多い？そうそうそう。1シリーズで入る志願兵ってさすがにそんなにもいなかったはずだから。赤鼻本名だったらやばい。赤鼻本名はやばいでしょ。あの鼻して、あ、待って、また動けないバカいるんだけど。ホワイトベースは機密作業中のため行動が取れん。はい。機密作業が完了するまでホワイトベース出資しろ。はい。あ、ガン音か。ガンは難民してるやん。本当に難民じゃねえか。ガン音なぁ。ガン音実はやんなかったんだよな。あ、確かに赤鼻漢字表記初めて見たかも。エクバとかも全部カタカナだもんな、あいつ。確かに。あ、待って、全然今見てなかったけど、アムロでなんかしようとしてたよね。さてさて。でだ。いや、これね。俺今日、始める前に、実は前回、前々回の動画からちょっと切り抜きを作ろうとしたんですよ。で、見ててね、あれって思ったのが一個あったんだけどさ、あれって思ったのよ。あのさ、ガンタンクとコアブースターって量産機じゃなくねってふと思ったよね。こいつだって量産機かってふと思ったよね。まあ、キャンプってガンタンクはともかく、コアブースターってなんか違くねって思うけど、まあ、やっちゃったもんはしょうがないってことでね。やっちゃったもんはしょうがないということでよろしくお願いします。あとね、この配置始める前に、チラッとね、オプションパーツをね、オプションパーツ周りの縛りを軽く考えた。軽く考えた。どうしようかなと思ったんですけど、左下を見ていただくと、ゆるゆる縛り内容のオプションパーツが書いてあるんだけど、まあ一応、オプションパーツどうしようかなってとこで、まあこういう形でね、オプションパーツで購入できるものだけ、まあつけようかなってとこで、まあ要はガンダムファイトモードで手に入るやつは、まあなしかなってところと、で、要は、この辺でさ、一応さ、ビクトルエンジンとかハイパージャマーとかあるじゃないですか。これ、ボルトガンダムだし、
まあ、ハイパージャマンも言っちゃえばデスサイズじゃないですか。まあ、そういうとこから、まあ、できれば時系列守りたいなってところ。で、まあ、大事なとこなんだけど、期待性能が上がるのなしにしたいんですよ。まあ、要はこういうのよね。こういうのなしにしたくって。だってさ、コスト2000で防御プラス5よ。ちょっと強すぎるじゃん。ちょっと強いやん。ちょっと強いやんってとこでさ。期待性能なんでね、ブースターはちょっとブースターはね、個人的に、まあブースターもなしかな。うん、そう、さすがにちょっとガンダリウムなんたら系は強いなってとこで、個人的になしにしたかったってとこと、まああとさ、性格変更系だよね。こういうのとか。このゲーム結構こういうさ、性格変えるやつがあるんだけど、まあこういうのもなしにしたいなってとこで、ガンダリウムアルファマジで強いから、そうで、移動力もね、上げすぎるとサブプライシステム使えなくなっちゃうから、まあその辺からちょっと使いたいなってとこですね。で、ただ今これだけ考えたんだけど、これだとこの辺自由に使えちゃうじゃん。だからちょっとここは、ちょっとここら辺については、まだ決めてないけど、多分何かしら入れたい。で、アイフィールドね、強すぎるからこのゲーム。このゲームちょっとアイフィールド強すぎるんでね。まあ、困ったとこ、この辺のね、なんか、細かいとこは、まあ、おいおい考えたいかなってとこ。で、どうせね、DG 細胞とかさ、なんかこういうのは手に入るの、どうせしばらく後の方だからいいんだけど、アイフィールドだけさ、アイフィールドだけね、使えるタイミングが早いから、そう、だから基本的には、E パックとか、エネルギーカップとか、こういうマグネットコーティングとか、まあ、そういうパイロットの性能を上げるものと、エネルギーの消費減らすものが基本かなってところ。一応その辺をメインとして使っていくって形で、なんかやばいのはなるべくなし。そんな感じでいこうと思います。はい。でだ。っていうことを、まあ今、つらつらと言ってたわけだが、まあ、簡単に言うとザク、まず攻撃力5上がるとね、ザクがガンダムになります。あ、これか、志願兵ジム。これ全部志願兵ジム？なんか一気多くね？なんか一気多くね？あ、合ってたか、6つか。こんばんはです。めちゃくちゃ懐かしいゲームをやってます。多くね？多くね？お前多くね？みんなジムだよ。いや、みんなジムなのいいけどさ、これさ、水中しか敵いないからさ、61式戦車の方がありがたかったんじゃね？正直戦車の方が嬉しかったな。ゴング強っ。いや、これ大変だね。あ、ブローバーじゃん。これ、マッドアングラー来られると困るね。で、お前は誰だい？あ、ゾック。はい、ボロスキニフ。あ、水中試験機使うとき、あ、なんか、え、お前ら、トーグラ、どう、トーグラおもろいな、なんかこいつら。え、シャーね。で、シャーがいて、アムロがいて、なんか短期で放置されてるジムタンいるんだけど。やっぱこいつらいいのね。まあ、全然こいつら動けないから、いや、結局これよね。結局この、いや、攻撃力42は高すぎだろ。なるほどね。はい、了解です。はい。ということで開発しましょうか。まあ、前回作ったのがこいつら、エースにしたのがこいつらで、まず何ができんのかって話なんだけど、なるほど。なるほど。ほーん、あー。これ、あれだよね。コアイージーってさ、08正体に似たやつだよね。なんかすごい大型スマート爆弾撃ちまくった覚えはあるけど、このバルカン砲と大型スマート爆弾がさ、逆にある手で非常に使いづらいんだよね。圧倒的弱体化。まあ、ひどく弱体化してます。まあ、コアブースターはまあしょうがないかな。で？
ガンダム2さんじゃないですか。なぜか両端に効かしたガンダム2さんじゃないですか。射程67長っ。おお、見て67は強いね。とはいえガンタンク2は出番がゼータなので、こいつにしちゃうと出番がまあしばらく来ないので、まあ量産型ガンタンクかしらね。まあ量産型ガンタンクかしらね。ここはちょっと弱くなるけど、まあ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 。で、ああああ、はあ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 、ライトアーマーちゃんとスプレーが持ってんだ。ジムトレーナー、ジムトレーナー来た。ビームターベルしかねえじゃねえか、相変わらずこいつ。こいつ相変わらずターベルしかねえじゃん。で、デザートジムね。はい。それなんか持ってんのこいつ。で、まあ、ジムコマンドよね。まあ、どう考えてもジムコマンド安牌なんだけどさ。どう考えてもジムコマンド安牌っちゃ安牌なんだよな。懐かしいな、俺こいつ昔からずっと大好きで、よく改造して使ったな。ちょっとデザートジムだけ気になってはいるけどね。まあ、機体性能ほぼほぼ変わんねえんだよな。まあ、もう一体ジム入れんのはありなんだよね。あ、そうそう、コアイージーはグフカスの、グフカスでプランプランしてるやつですよ。ね。だから、散々、なんかをエクバで投げつけられた覚えがある。あ、そうそうそう。デザートジムもありっちゃあり。っていうか、このステージで、デザートジム。デザートジム上げてないんだろうね。ちなみにお前は？あは、なんか変なのいた。大きな馬さきとか変なのいた。え、あ、こいつ宇宙なんだ。宇宙型なんだっけ、こいつ。ジザートザクいるね。ジザートザクなんならこっちにいたっていうね。多分ジム2とかはね、ジムカスタムとかからジムクーベル作ってじゃないかな。多分その辺の系列な気がするんだよね。で、なんかザクダイバーとかいう変なのいるけど、マジでどれにしてもステータスがほぼほぼ大差ないのが、リザートザクって絶妙、そう、リザートザクって絶妙にダブでよね、これこれどこって言われたらすごい悩ましい。で、そうだよね、ここがね、ファーストの地上最後なんで、正直何作ってもね、あんま変わらんってのがあって、まあもう宇宙用にジムコマンド作っとくのが無難に多分一番いいんだけど、で、しかもこのステージさ、水中戦いいんだよ。って感じだよね。本気の形サップってこれってさ、グフになる前のやつだよね。だからこっからグフが作れますよっていう期待だったと思うんだけど、正直さ、グフここにいるんだよね。まあ捕獲したやつではあるんだけど。捕獲したやつではあるんだが、グフここにいるんだよな。ってなるとだ。ってなると、まずこいつはコアイージーじゃん。で、お前はとりあえず量産型ガンタンクじゃん。これなんだよね。デザートジムにしてさ、このステージで、なんかジムもう一機作って、デザートジム作って、で、ジムコマンドにそっちはしといて、デザートジムを開けちゃうみたいなのもなしではないんだけど、まあ、いっか。そんなことしなくても、いっか。またなんかどっかでジム作って、この辺作ってこっか。で、J 型。だってこれさ、このザクダイバー、ああ、違う。このザクダイバーとかいうやつさ、ワンチャン積むけど、ワンチャン積みはするけど、そこまでね、やばいことは基本的にはないはず。これ、ザクダイバーってさ、どうせさ、ああ、違う、あいつがいない。どうせ、あ、いない。どうせあそこに繋がるやつだと思ったんだけど、なんて、ザクマリンタイプか、ザクマリンタイプ？マリンタイプ？あれ？マリンタイプってここそもそも捕獲できたよね。水中に強い機体はケンプアだな。違いますね。水中に強い機体はガンタンクです。パルボ能的にも水中に強い機体はガンタンクですよ。だからどうせ、
これになるだけでしょ。ザクマリンと、そうそうそう、ザクマリンとザクマリナーになるだけだと思うから、ってことは別にいらんくねっていう話。まあ、どっかで多分作る、あれは必要かもしれないけど、その、モビル、なんだっけ、プロフィール登録的にね。なんかどれもいらねえ。え、自衛型ザク、どれもいらない説ちょっとできてるけど、まあ、国土型作機か。さすがに。さて、出た。出た。これ今ね、ちょっと問題があって、こいつもいいな。あ、こいつもいいな。ま、これだよね。ここが唯一の出番と言っても過言ではない、グラブロさんがいて、グラブロさんがおりましてですね、あと、こいつがね、その前回登録したから作りたいんだよねってなると、だこっからね。あ、ビグロなんのか、そっか。ってことはさ、このステージでさ、グラブロスにエースにできんじゃね？どうせ後編もあるわけじゃん。ちょっと待って、後編のマップ見るわ。後編のマップ見ます。なるほど。なるほど。ああ、なるほど。はいはいはい。はい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 。こいつらが、いい感じに来てくれてる。もう結構、なんだかんだ言って水中に敵はいるから、多分開けれないことはないと思うんだよね。で、しかもさ、多分、これあれよね、グラブロってさ、グラブロってさ、あ、対空ミサイルあるよね。対空ミサイルあるから、ちゃんと空には攻撃ができますよっていうことでね。で、クロウが、で、逆に言うと対空ミサイル以外は空には攻撃できないのね。割と別、そう、グラブロ含む水中チームがあってもいい感じじゃねって思って、リーダーがね、使用上リーダーが、2機しか出らん、リーダーがね、リーダーにしかその、量産機以外を入れられないっていう風にしてる関係上、プロタイプガンダムとグラブロを両方出したかったら、命中ポケモンの技みたいで、55とかさ、そんな催眠術じゃねえんだからさ、なんかここはね、ちょっとね、お金的に、あ、でもまあ、お金は、実はまだ解体してないザクと、解体してない、グフとかが、グフとか、土台とかがあるから、あれ解体すればお金にはなって、よし。いや、ここはプロトタイプガンダムと、グラブロを、両運用しようと思う。で、両運用するんならするで、ごめん、なんか変な音が鳴ってる。なんか変な音が鳴ってきました。このステージの捕獲はね、そこそこできる。まあ、空中戦はどうせ土台置くから、だって舞台分けるってことはね、舞台分け、あ、そうと、で、あとね、クリアヒースローがね、敷地が4になってて、実はガイさんと同じ敷地してたってことが判明してしまったので、実はガイさんと同じ敷地をしていることが判明したのでですね、なんかすんげえ舞台になってんだけど、下側が。待って、ガンタンクってさ、サブフライト乗れないじゃん。いや、でも水中出れねえんだよな。水中出れないんだよな、お前。グローバー出して。ゲーブローバー出したい気持ちにさせられている。まあ、どっちかにグフかなーって思ってて。あ、違う、お前もいたな。お前いたな。いや、そうそうそう、陸上でさ、陸上で、いや、今ね、ちょっと思ったのはね、これ、グラブロとさ、
グラブロとガンタンク同じとこ入れてもいい説がちょっとあるんだよな。え、片っぽ空中、後半、お空飛び用で、どうせこいつファットアンクルだからさ、海潜れるわけでもないしさ、なんか、海と陸地の境目をうろうろして、グラブロとガンタンク回収しながらやってもいいかなって思った。ただ、指揮範囲が攻めんだよな。指揮範囲が4しかねえからさ。4じゃねえ、3だ。じゃあ、ミルク外すと？ミルク外すと4ね。ここミルク入れると5ね。これ今初めて知ったことがあるんだけどさ、ファットアンクルってここ置けないの？え、ファットアンクルって整備とかそもそも置けないの？え、なに？え、そうなの？今初めて知ったわ。え、こいつってそういうことそもそもできない戦艦やつなの？へー、輸送機だからかな、そういうことかな。え、そうなの？え、ミディアとかもそうかな。おい、ミディアは起きるわ。ミディアは起きる。ジェットイツを決めちゃって起きる。ガンペリーとパッドアンクルだけ？もしかして。え、今初めて知ったんだけど、こんな仕様。え、マジ、え、他誰かいる？これパプアとかもそうかな。パプアは起きるわ。え、なにこれ、マジで知らなかった。水中エリア占拠可能な拠点しないから、潜水艦のエネルギーゲータら、ああそんなのあったね。あれ、これ水中には占拠可能なとこがないから、あ、そっか、そういうことね、そういうことね。うろうろするってことね。じゃあ、まあうろうろされる前に叩くしかねえか。もしくは、なんか、この辺で頑張って潜るか。じゃあ、ちょっとこれをこうしてだね。くそ、パイロットがもう一人欲しいぜ。さすがにいいか。こっちの方がいいか。どうだい。後半のガウがな、お空飛びに行くんだったらな、飛べる機体をちゃんと3体編成したい気持ちはあるんだよな。土台入れの3機編成でもいいんだが、いや、パイロットが1人足んねえ。すごいパイロットが1人足んない問題に今直面している。ヒートロッドってさ、土台に乗りながら、地上に、海に攻撃できないもんね。そうだよね。これ水中攻撃できないもんね。そうだよね。こいつら水中攻撃できないんだよな。ってことは、グーフいらないな。あれ、パズ、ちょ、お前じゃない、お前じゃない。お前でもないけど、バズーカの、じゃあ、使用適正か。有効適正はあるから、ヒートサーベルは水中には攻撃できるけど、ヒートロッドは水中には攻撃できませんのね。はい、了解です。そう考えたらやっぱジム系ってさ、水中にはさ、非常に攻撃しづらいから、なんか実弾射撃持ってるやつが欲しいよね。まあ、この水中実験機で頑張らせてもらうか。俺、そうするとさ、たださ、ガウ落としに行くの、くっそめんどくさいんだよね。プロトタイプガンダムとジムコマンドしかいないからさ。まあ、あと、タンクが地上から撃つ。地上から撃つの、さすがに爆撃が怖いからな。そう、結局実弾はガンタンクだからね。待った、俺確認するの忘れてたわ。後半戦のさ、陸上ってさ、俺たちの戦車がついてくれるんだな。なるほど。俺たちの戦車がいてくれるんだな。あ、お前らいらねえんだな。
いや、なんならこれジムじゃなくて、ジムじゃなくてさ、ジムじゃなくて61式をくれればよかったんだけどな。61式があまりにも数が少ない。いや、61式がもっといれば。あ、てか、ホワイトベースいんのか。こんなとこにいるから多分これ後半ホワイトベース動けるんでしょ。ホワイトベース動けるならさ、正直さ、空中のガウ全部ホワイトベースに片付けてもらうって手もあるよ。よし。はい。あ、待って。お前ってサブプレートしてシステム乗れるよね。よし。ちょっと一応念のためサブプレートシステムをここにも持っといて、こいつがお顔を動けるようにしておこうか。最悪なんかおとりに使えるかもしれないしね。まあ、あとガンタンクと、なんかジムコマンドで頑張っていただきましょう。で、作ってないものを作りたい。どうせいつものごとく整形リストで満杯になるから。そう、ご神体先に作っとこう。このご神体キャトル様を。ご神体キャトル様とですね。あと、ドータップでも作っておこうか。この辺は作っておこう。オッケー。よし。いや、ま、敵が多いっすからね。どう考えても多いもん。あれ、これ、あれか。本拠地か。本拠地型か。よしよし。ま、セーブしといて。で、ま、この前半後半なんでね、とにかくステージが長いと。とにかくステージが長いんで、こんな時間から早めに始めたけど、今日中にジャブルを終わらせるのに結構なめんどくささがあるという、この状況ですよ。そう、1年戦争だから、とにかく選択肢は多い。で、しかも、1年戦争ね、この後もな、まだまだ続いてくから、別に今急いでね、なんかあげなきゃいけないとか、そういうこともないし。まず、あー。はい。とりあえずこいつら相手じゃないといけないんでしょ。で、アムロがシャアを撃破。はい。了解です。アムロがシャアを撃破。アムロがシャアを撃破。ってことはアムロ落とされちゃいけないのか。結局シャアが入ったらちょっと怖いとこはあるんだよね。で、ですね、なんで超強気なんですかこの人。てか攻撃力24万のたっけ。HP も1万3000万だけど、たっか。お前らは、いい顔してるな。赤鼻だ。赤鼻だい。最近ハマッカイしか見てねえからな。最近ハマッカイしか見てねえから、なんか、アッカイ見るの新鮮な気分じゃ。あ、これ、かくらんだけでもよかったかな。スゴークがビームだから、クランバクもワンチャンあったなぁ。でもロケットが撃ってくるからめんどくさいか。で、結局こいつらでしょ。とりあえず、なんか全部上がってこられても困るから、一旦マッドアングラーなんとかしとこうか。マッドアングラーが、1,2,3 の1ね。オッケー。芸術を超えた。そうっすね。まあ、宇宙世紀ガンダム以外もそうっすけどね。全部において、縛りはどんどん緩くなります。まあ、最初の方が大変っていうのは、しょうがない話よ。これが関してはどうしようもないからね。で、とりあえず、マグネフ塞いちゃダメじゃん。お前ガンタンク出せねえじゃん、そこ。今何も考えずに突っ込んでたけど、お前そこじゃガンタンク出せねえじゃん。まあ、一旦置いといて。お前、ここじゃガンタンク追撃できないじゃん。え、そしたらさ、ちょっとさ、ちょっとボラスキニフだけ来てもらってもいいですかね。君も、あ、ユーコン一匹はいいや。ユーコン一体は許そう。ユーコン一体許して、
狭すぎて、狭すぎて届かない。G ガンで使える量産機は別にない、ほぼ物資ぐらいしかいないですけど、別にそれは G ガンの機体を使わなければいいだけなので、特に変わらないですね。特になんか使用キャラが増えないぐらいの認識だけでいいですよ。今これはあくまでもね、これはそこの機体しか使わないわけではないから。でもファースト別にそんなにじゃないですか。十分13人も入るから、正直ジャブローが一番しんどいまであるけど、それ以外はまあまあまあじゃないですか。待ってね。これボラスキニフだけにしたいな。ガンダムでこっち鍛えちゃおうか。いや、ここのユーコンはでも上がってきてもグラブロが下位置にいるから、最悪直殴りできて、フローでぶん殴れるからなんかなんとかなりそうな気がする。お前の射程は？ジャブローはちょいめんどくさいけどね、さすがに。いや、一旦乗せとこう。一旦乗せておこう。てかこれジムってさ、ジムってさ、ロッキーもいるけどこいつらなんかできんの？冷静な話、こいつらやることある？選挙できるところってなんかいるかな。まあ、バオクーンは結構辛いけど、もう、バオクーンの時には13人もいるから、ある程度、その2部隊運用できたりもするから、まあまあまあ、十分やれんじゃねとは思うけど。なそなそ近づいて食べて刺す。のこの、のとのと近づいてる間に戦闘が終わりそう。一マスずつしか移動できない。いや、ジムは別に巻き込まれてもいいんですよ。このゲーム、撃墜されても、志願兵仲間になるんで、ですね。これって、ジムが、浮かせに近づくんじゃないだよ、本当に。どう考えても正面から来てたよな。志願兵のジムとシャアが戦った時イベントは起こんないんじゃないですか。さすがにこのジム限定な気がするけどな。いやー、有名、ジムの一番有名なシーンと言っても過言ではない。はい。なるほど。赤鼻は、でもさ、このさ、シャア以外は、まあなんてことはないというか、案外が弱いんで、基本反撃だけで、問題なく削れるだろうから、赤鼻の戦闘見てもよかったわ。な？赤鼻は、見て、このゲームの案外は弱いんでね。このゲームの案外は弱いんでね。あ、ちょっとやめてください。ちょっとやめてください。ちょっと、なんでお前も超強気なんだよ。ちょっと超強気の機体大きくないですかね。あ、ちょっとハマーアッガイとかやめてもらってもいいですか。危ねえ。ガンダムのエストロークはいけると思うけど、これホワイトベースが動けないかつ、ガンダムがホワイトベースの艦載機なので、後半はともかく前半は無理でしょ。後半は多分いけると思う。で、こうやって出てくる。で、お前はまだしばらくそこで、落ち着いててもらって。なんだよ、こいつら、縦並んでんな。いや、マジで音符マーク。でも、あいつをパイロットとして使うのが、どこまで来るかなって感じではあるけどね。そろそろね、まあ、次のステージでね、志願兵がね、このステージで増えてくれれば、だいぶね、奴を戦闘に出す必要性はなくなりそうだ。
とりあえずさ、ズゴックさ、こいつ地味に穴、射程に穴がねえのめんどくせえな。こいつ射程に穴がねえの地味にめんどくさいんだけど、なんでクローバイズビーム砲23なんだよ。マジシャアのパルトステータス高すぎてびっくりする。ガンダムはね、前回鉄拳登録済ませてないっすね。レベル3までやったんだけど、当たんねえな、これってなったからね。だからこれさ、ハヤトがさ、当ててくれるとさ、助かるんだけどさ、どうですか、ハヤト。あ、そう、かくらんぼくでいいじゃん。それだった。セイラさんが射程2から攻撃できるからさ。ねえ、どうですか。誰か当ててくれませんか。あ、これなら当て、どっちの方が目印あるかな。とりあえずね、減らすのはいいのよ。超強気じゃなくなればそれでいいのよ。俺は超強気じゃなくなればそれでいい。とりあえずそこだけ、このイカれたテンションだけね、なんとかしたい。じゃないと、このイカれたテンション直さないとね、こっちがワンパンされる可能性が高いから。これやってくれたら去るんだけどな。セラさんがやってくれると助かるんだけどな。はい。やってくれると助かるんだけどな。カイさんがバルカンやってくれると助かるんだけどな。カイさんだったわ。よし。これで。これさ、下手にこの後攻撃したくないんだけど。この後下手に攻撃したくないんだよね。これで一回超強気じゃなくしたからさ。これあとアムロでさ、アンカイ倒してさ、残り全部アムロに任せたいんだが。マジで残りアムロに任せたい気持ちしかない。とりあえずアムロで、周りのアンカイ勝たしちゃって、いや、ズゴックの HP 高すぎてさ、だって、ガンダムがレベル1で8530なのにさ、こいつエースで12000やんだよね。なんでこっちより4000も HP 多いのって話でさ。ちょっと多すぎてビビってる。ついだから、赤鼻の真実死に様でも見とくか。いや、ズゴックはさすがに強いね。シャア専用ズゴックはさすがに強い。多分あれ専用機で HP 上がってさ、さらにレベルエースになってるから HP 増えてんだよね。めちゃくちゃ多いじゃん。やっぱ赤鼻っすよ。赤鼻の声はもう腐るほど聞いた。エクバで腐るほど聞いた。マキオンで何度戦ったことか。このバケモンみたいな機体。よし。で、まあ、どうせこれはね、アッガイの機体性能が弱いから、まあ落とせるとして、で、ズゴックよね。正直、こっちから攻撃して、反撃でシールド防御してきてくれるから、一発耐えられるんだけど、あシャータイさん。悲しみの赤鼻。まあ、中身ザカみたいなもんだからね。すごい安価な機体ですから。これさ、シャンがさ、アムロ攻撃してきてくれるんだったら、敵ターンでやりたいんだよな。敵ターンでやりたいんだよな、これ。一回待機でいいや。一回待機しよう。さて、データ。とりあえずこのユーコンをあげたのと、あとお前らだね。ちょっとあとガンタンクどっか出しに行かないといけないから、ガンタンク出しに行きたいから、あ、そうだ。水中に入ってるので、ジャベリンしか使えません。スーパーナパームとかいう危険武装も使えません。で、とりあえずボラスキニフもそうなんだけど、その前にまずユーコン落としちゃいたいよね。ここには空マップがないので、特に何も使えません。
いやー、君しかいないので、君しかいないのはね、これまたゾックのテンションを上げてしまいそうで嫌だな。ひとまずこいつちょっと、赤鼻の本名は決まってないんじゃないですかね。赤鼻の本名はさすがに決まってないんじゃないですか。僕は少なくとも知らないです。赤鼻の本名を知ってる人いたら、求む。いや、まあ、ジャブローが一番やばい。てかもう、戦力が足りない。パイロット数が圧倒的に足りないから。いや、これ、ユーコンの攻撃でさ、怖っ、待って、これ。これさ、待って待って。これさ、これ、ユーコンさ、水中実験機さ、こいつ食らったらさ、落ちない？これ、これさ、体感魚雷まずくない？これ体感魚雷まずない？いや、グラブロの苦労は多分超強いから、めっちゃ効くと思うんすよ。めっちゃ効くと思うんだよね。なんだけど、これ、こいつ普通に落ちそうだよね。27、36、27。バルカンにするか。バルカン打てねえじゃん。なんてこった。いや、射程も1しかねえしな。いや、グラムロが多分2回攻撃できれば、結構行くと思うんだよね。結構行くと思ってるんだけど。ちなみに生きてたらね、倒すすべが。あれ、バルカンってこれ、打てるか。バルカンは打てる。そう。で、飛んでると、水中的にはビームサーベルで攻撃ができないんですよ。このゲームの仕様上ね。で、まあ、この辺はスパラボと同じだけど、こういう空飛んでる機械だから、水中にいる機械には、ビーム兵器では攻撃ができないと。多分5、6000、ワンチャンもうちょっと出てくる。攻撃力4000もあって、アタック28もあるから、多分結構いいダメージ出ると思ってて。いや、多分これでもね、選択肢ないんだよな。選択肢ないよ、これ。水中実験機で攻撃するしかないんだよね。多分これ水中実験機で攻撃して、支援攻撃、グラブのクローを撃つ以外、たくないと思うんだよな。全員撤収して陸上付近に引き寄せる手は、多分ガーダーが狙われるんじゃないかな、これ。多分ガーダーが狙われるのと、このユーコンとマッドアングラーが上がってきちゃうから、しんどい。てか、ガンタンク出し損ねたのガチで響いてんだけど。早くガンタンク出したいんだよね、俺。このユーコンだけ倒して、塞いでガンタンク出したい。対艦対空ミサイル。対艦対空ミサイルが、水中適性があるのか、これ。2200。意外と威力ある。バイスが避けることに全てをかけるしかないのか、俺にはこれを避けることしか選択肢がないのか。いや、でもヒット数次第。体感魚雷ね、4発でしょ。ちょっと、ま、生きてたら OK。ちょっと死んだら一旦考えるわ。2発当たったら多分落ちます。多分、有効の攻撃2発当たったら落ちます。あなたは放送順、放送順っていうより、上から順番にやっていくんで、G ガン、ウィング、G ユニット、エンドレスワルツ、強っ。G ガン、ウィング、G ユニット、エンドレスワルツ X かな、多分、順番的には。確かそんな順番だったはず。こんなカットインが。え、待ってよ。これさ、これいけんじゃね？おい、生きてんじゃねえか、おい。生きてんじゃねえか。うおー。待って。生きてる。奇跡起こす。奇跡起こしとるわ。
なんでお前横についちゃったの？あ、しかもユーコも塞いでんじゃん。ってことは、ってことはだ。まず、いや、待って、これ、あ、こいつは手一台。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ってことは、ですね。ことは、最悪グラブロが攻撃外してもなんとかなる。オッケー。いや、射程1で撃ちたくねえな。対空ミサイル。おー、対空ミサイル。これさすがにミサイルでいけるっしょ。オッケー。よしよし。で、ここに機体を置きたい。やばい、土台が落ちる、これ。落ちるならこっちの土台がいい。いや、待って。でもお前最初に行動してくるよな、これ。とりあえずガンダムで、射程1から殴るじゃん。とりあえずガンダムで射程1で殴るじゃん。ちょっと待って、ビームジャベリンが普通に見たいわ。低迷中はね、当たる、もう4発当てるとは思わなかったね。さすがに4発も当たるとは思わなかった。ハットアンクルは、置いても大丈夫か。どうせ土台、あ、土台じゃねえや。ゾックが攻撃できないから別にハットアンクルが移動しても大丈夫か。一応ね、ハットアンクルが移動しちゃうと、指揮範囲外に出ちゃうんですよね。出ちゃうけど、まあ、どうせ今ターンにあいつらが狙われることがないから大丈夫か。いやあ。あ、なんか、ジャベリン持って殴るの久々に見る。あのジャベリンというともう、ぶん投げて鈍足つける武装のイメージが強すぎてな。勝った。ちょっと待って、これしばらく敵上げちゃいけないな。これボロフィネフ倒すのに集中しようか。こいつ硬すぎ。敵はガーダー優先して攻撃した。優先してコアではないと思う。多分ね、いつも通り射程2のね、なんだ、近いやつかつ上から攻撃していくみたいな、多分そんな感じだと思うから、位置ずらしたらハットアンクルに来るけど、多分、あ、違う、これ先にグラブロ攻撃してからだな。グラブロで、一発攻撃して、あ、いいね、いい火力してんね、お前。いいダメージしてんね。で、これで一回指揮範囲外に出ちゃって、ここで塞いで、で、ジムコマンドもお水の中入って、殴る。白旗上がってんのは、あ、そうです、露覚できますよっていうやつですね。戦艦を先に落としたら、捕獲できるってやつなんで。で、君をですね、一回陸地につけたいので、で、お前を推察する。あー、ネクストプラスの頃はありましたね。ネクストプラスの頃は、ジャベリンで連打する技ありましたね。あれもうなくなっちゃったからな、今は。まあ、だから、ガンタックでシャア殴ろう。違う、殴ろうとか言ってばいいじゃねえよ。これ外したらまた、あいつ超強気になるからダメなんだ。ってことはやること特にないかな。あとは、ちょっと悲しいジム移動。バフクランカン、ああ、なんか飛んできた。そのバフクランカンすると、それ徹底抗戦の合図だからやめてあげて。これいくつ食らうんだろう。シャアだ、奴が来たんだ。さらにできるようになったな、ガンダム。まだある程度強い頃のシャア。まだある程度ライバルの面目は立ってるさ。ああ、ようやく汗が引いてきたぜ。冗談ではない。最初の汗がまだ。あ、待って、くっそ痛いんだけど。待って、くっそ痛。
いや、ある程度強い頃やろ。そこ、やらせるか。シャアの伝説機は、ルームですね。ルームからの、そら、ガンダムと出くわした頃からの、ズゴッグまではまだちょっと強かったけど、情けない撤退をかましたけど、で、ゲルググあたりから、あれなんかこいつおかしいなになってくるよね。まあ、だんだん弱くなってくることに定評のあるシャアさんですから。ね、防御して4000よ。何これ。強すぎだろ、こいつ。なんならこれ一番怖いの、次のビームタビルを外すことなんだけど。はい。君たちはおとなしくしててもらって。俺は、あれ？ボラスキーの人なんかした？あ、こいつ何もしてこなかった？優しさあるじゃん。ウッディ隊のおかげか、これ。ウッディ隊のおかげで俺たちは生きてるのか。これセーブしないと怖すぎんだろ。これセーブしないと怖すぎるでしょ。これ一番怖いのマジでアムロでビームターベル外すなんだけど。いや、むしろゲルググの頃が一番あれじゃない。なんだったらジオングよりもゲルググの頃の方が、あれって感じあるよ。あ、もしかしてメガリー処方地上出ないと打てない？いや、でもさっきフォノンメ。この機体バグだもん、マジで。この機体バグじゃん。水中じゃないとフォノンメーザー砲撃てなくてさ、陸でないとメガネショー撃てないんだけど。この機体バグだろ、マジで。こんなアホな仕様あるかよ。しかも、この面の方、水上にも撃てないからさ、こいつガーサリ攻撃できないんだ。これ、水中にしか適性ないのか？ああ、なるほど。ポンコツにも程がある、こいつ、マジで。ちょ、お前じゃない。大佐邪魔です。いやー、あの機体やべえだろ、マジで。いやー、これ外すのがね、いっちゃん怖い。これ怖すぎん？え、これ怖すぎん？ちょっと待って、もうちょっと安定した命中率で、なんかいい感じに。いや、どうせクリティカルしたら、相手、回避して、いやー、大して変わらん。さあ、どうしようかな。マジこれ外したら次ターンで死ぬんだよね。しかもアムロで倒さなきゃいけないわけじゃん。え、これビームライフルクリティカルで落とせんのかな ?3790。このゲームに回収という仕様をくれ。まあ。まあ、とりあえずね。まず一回、何も考えずに 62% を信じましょうか。まずは何も考えずに 62% を信じる。まあ、ミノコって巻いても命中率は上がらんよね。回避率が下がるだけよね。ああ、案外か。そうだね。案外残しとかないといけないね。それは後でやっておこう。まあ、全機捕獲はしないかな。多分、あのユーコンは正直どっちでもいいから、マッドアングラーだけ先に落として捕獲できればいいかなと思ってるけど、そもそもマッドアングラーちゃんと落とせんのかって話だよな。あいつが一番怖いよ、俺は。ユーコンでさっきあれだったじゃん。あ、ちなみにこのビームサビル外したら大変なことが起こります。まあ、だから一回セーブしてるんだけども。オッケー。これは問題ない。あ、金はね、今すでにね、前回のステージで、大量に捕獲したザクツージエガだと、グフがいるんですよ。グフとザクツージエガだと、ドダイがいるから、なんならあれ壊せば多分またね、5万ぐらい入る。前回対してなくて、ある程度手元に残したから。さて、アムロが6割という命中率を綺麗に当ててくれて落とせたので、セーブからのリセットしなくて済んだわ。私にプレッシャーをかけるパイロットとは、何者なんだ。そうか、まだこの時ってアムロとさ、ちゃんと会ってないか。奴のことだ。逃げたな。
やつのことだ逃げたなって言われるのマジかわいそうだよな。やつのことだ逃げたな、やばいな。あー、戦艦ね、どうしようかね。てかね、あのね、2ラインある戦艦が欲しいっすね。芝居の使用上さ、使用上さ、リーダーキーがやっぱ大事になってくるからさ、ラインが2つ欲しいなとは思って。で、とりあえず、ユーコンを塞ぎつつ、違う。どうしようかな。集中実験機。これファットアンクルはこういう、ここで、これはここでいい。これはここでいい。グワジンはいくらだろうね。まあ、ライン2つ、そう、ライン2つってグワジンとかじゃないですか。だから、ぶっちゃけるとホワイトベースとかで、戦力は、その戦艦上げの万能艦とかにするのもいいんだけど、なんか、宇宙用とかでいいのがあればな、って感じですよね。でも戦艦ってさ、確かシリーズでクリアしたやつで確か手に入んなかった気がするけど。この頃のアムロとシャアは、まあ、直接な顔認識はないんじゃないですか？なんかニュータイプ的そういうピロリーンがあるだけじゃないですか。さて、これでいい感じで落ちてくれないかい？落ちてくれなさそうだね。君か、それは落ちる。それは落ちるでしょ？オッケー。まあまあまあ、落としたからオッケー。個人的にはグラブルの経験値にしたかったかは、まあ、あるけど。まあ、いいだろ。で、一旦仕留めたので、君たちが戻るために一回土台を出撃させて、で、これを、ここに置いといて、全部塞いどいて、一回しまいましょう。まあ、グラブルの経験値は、まあ、ゆるゆる行こうぜ。だね。とりあえず怖いのはマッドアングラーだから。まあ、戦艦結局さ、ステージに登場した時点で生産リストに登録されるってことは、ステージに登録、出てこないといけないから、結局出てくるってことは、大体その作品のやつにしか出てこないじゃないですか。まあ一部例外が、なんかグアンバンとかさ、あの辺がどこで出てくるかみたいなとこはあるけど、大体は、そのステージで出てくるはずなんで。あとなんか言った？ホワイトベースだけ？じゃあ大丈夫。経験値より今はね、クリアの安定感ですね。それ、ババンバンなんだよな。腕が飛び出すのはババンバンなんだわ。完全に、どっかの鋼鉄さんなんですよ。腕が飛び出すババンバンってあったけどさ、俺昔あの曲ね、なんかあんま好きじゃなかったんだよね。最初にジャイロかで聴いた時に。まあ、鋼鉄時代自体がなんかあんま好きじゃなかったんだけど。いや、でもなんかさ、聴かなくなるとさ、たまに聴きたくなるよね。ジーグブリーガーしねえわ。よいしょ。さて、とりあえず、マッドアングラーか。マッドアングラー、どうしようかね。バンバンの方は、ここで生き生きとしてますよ。ここで生き生きとシャアを倒してます。あと、下に1個あるのかな。で、案外全部倒さないで、1体残しとく。1体残しとく？いや、でも、マッドアングラーから仕留めるんならいっかな。マッドアングラーから仕留められるんなら。1個下。1個下。ユーコン、1個横。とりあえず一旦待ってもらって。でもね、これジムが集まってきてるのがね、ちょっと熱い。これ、ジムがね、一マスずつ、ゆっくりやってきたジムたちが集まってきてんの、マジで熱いな。
まあ、3方向囲みでサーベルでちまちまやりながらやるのはありかなーって気はしますね。どうしようかな。でその間に中身どんだけ捕獲するかみたいなとこもあんだよな。急に動くのやめてもらって。マッドアングラー、お、ジムが、あ、待って、そこダメ、お前そこだけはダメ、そこダメ、ガーダーのせいで、ガーダーの近く来ないでほしいな。ガーダーの近くにだけは来ないでほしい。パッドアングラー一回ここでいいや。ガーダーの周り塞いどこ。ガーダーのそば来られるとさ、運べないから。運んでサーベルで殴れなくなっちゃうから。いや、ガーダーでエネルギーは削んないっすよ。いや、エネルギー削っちゃったら、あいつら逃げ出す可能性あるし。とにかく、射程位置で殴れる状況を作りたいってことですね。で、逆にガーダーで囲んじゃうと、自分が射程位置で殴れなくなっちゃうから、ガーダーのそばに行ってほしくないんですよ。よし。とりあえず、ある程度の準備はしといた。あとはなんか適当に、アムロとしてはなんか適当にやろう。下の方のやつらにやることは特にないから。いや、ズゴンが早くくれ。でも、早くくれって言ったけど、次のステージから宇宙だから、お前に出番はねえんだよな。ゴンクくれってなるけど、出番が一個ない。悲しい。あ、ここは良くない。だって、4にしたい。アクシズ製モビルスーツ、モビルアーマーはバグってるからね、性能。ゼーゴック。いねえんだよな、ゼーゴック。ゼーゴックいねえんだよな、このゲーム。イグルーがいないからな。宇宙に出られるズゴックをください。そうですね、まあ、外伝の地上ステージで、まあ、ズゴックは多分いろいろと役立ってくれると思うので、ここまではね。アムロのエネルギーが切れてる。なんだあいつ。よし、離れたね。君は離れてもらって。さーて、さっと。まあ、ズゴックはね、水陸両用だからね、地上でも十分強いっすよ。てか、なんなら多分、なんなら、一年戦争を量産機で考えると、ズゴッグって相当強いから、今後もね、芝居の都合上さ、量産機っていうあれは、出られるところに多分限りが、多分機体に結構限りあるからな。後半戦でも鹵獲できるから4機か5機。いや、鹵獲は、枠は確かたくさんあるんですよ。枠はあるから、なんかそんなに気にしなくていいんじゃないかなって。でもある程度殺していいんじゃないかなと思ってて。まあ資金って意味では欲しいけど、うん。結構枠はあるから、ある程度雑に倒して経験値にもしてもいいし、多分ね、あとね、3機囲みするとね、俺前回のマッドアングラじゃねえや、マダガスカルの例からすると、こいつらさ、フルで出てこないんじゃねえかなって思ってて。ジムコマンドがちょっと位置悪いな、お前。お前そこにいると、抜けらんねえんだよな。一回上に置いちゃって、一旦上に置いて、で、グラブロさんちょっと位置悪いので、
グラブロさんちょっと位置悪いですけど、位置悪いんですけど、一旦ここにつけとけば、下のジムなぁ。まあ、下のジムはなんか適当に移動してズゴックとかを殴りに行く。で、君が？君がそこなので、次のターン攻撃はしてこないから、一旦ファットアンクルで塞いじゃって、OK。よしよし。いや、金かけ現地の選択肢って大事ですよね。え、でもまあ、昔のスパイダージャックでも結構、なんかね、あ、これ俺だけかな？縛りプレイやってると結構金かけ現地かの選択肢にす、悩まされること割とあるんだけどさ。俺だけかな？これで、そこが入るので、よし。OK。多分大丈夫。一年戦争終わったらシャズゴにしようね。一年戦争終わった。一年戦争が終わったらかな、シャアの専用機全部作ったらどっかのタイミングでかな。あれ、プロフィール登録あるからな。まあ、プロフィール登録はでも別枠で考えてもいいか。よし。お前はいいよ、もう。お前はいいのよ。なんでお前超強気なんだよ、ほんと。で、これが上がってきて、ほら、全部出さないんだよな、これ。これ全部出さねえんすよ。前回の、マダガスカルで同じことをま、受けてるんで、そんな気はしてたんですよね、これ。チャーリックドームあるんじゃないですか、このゲームは。いや、そうすると、これさ、あれ？これちょっと覚えたら教えてほしいんですけど、このゲームってさ、艦載機全部の落とした戦艦って逃げ出しますか？エネルギーがあれば戦う。なるほど、なるほど。ってことは、一旦セーブだけしといて。いや、そう、周りの手ね、敵を落としに行きたいんだよね。なんならあのライン落としに行って、ちまちまと、バッドアングラーを削っていきたいんだよね。多分ね、バッドアングラーは、1ターンで倒すのはできないから、攻撃力的に、ただ、HP 的に、29000もあるからさ。多分無理なんで、で、こいつが、対空ミサイルが27もあって、27、6発でしょ。この、イカダ性能だよ。量が多いよ、認識範囲狭い。まあ、マリガンじゃしょうがないか。マリガンじゃしょうがないよな。一回ジムでこれ殴って、すごく削りに行こうかな。あー、君が届かないので、君届かないので1マスずつずれてもらっていいですかね。ちょっと1マスずつずれてもらっていいですかね。いや、1ターンで取るのはさすがに厳しいと思いますよ。大型ミサイル、なんかモリモリ当てれば倒せるだろうけど、さすがにね。しかも今回、戦艦で攻撃ができないからね。ガウとファットアンクルだから、機関砲しかないし。ゴッグ、勝てんだよな、ただこいつ。勝てんだよな。はい。いい攻撃だ。ジム。ボロボロだよ、ジム。いや、あれはさすがゴッグだ、してるよ、本当に。マジで、いや、強いんだけど、マジで。21番だよな、防御力。インパクトのどっちが硬いですか？いや、絶対こっち。絶対こっち。インパクトより強いだろ、なんだろ、これ。これはね、強いっすね。ズボンクも強いっすね、ちょっと。強いっすね、こいつら。おー、強いな、お前ら。攻撃力ポッポなら防御力ガンダム。
おかしいな、岩木さんじゃ、岩木さんとは物が違ったか。あ、ここやだ。ここやだね、君。君そこちょっと嫌ね。え、これさ、サーベルサーベルで落ちてくんなさそうだね。サーベルサーベルで落ちてくんなさそうな匂いあるな。サーベルサーベルで落ちなさそうじゃね。サイルランチャーで削る。違うんだ、その強いられてる岩木さんじゃないんだなんか別の岩木さんが出てきちゃった。違う岩木さん来ちゃってますけど。あなたじゃない、お前じゃねえ、引っ込んでろって感じの。あ、そう、ガーディは俺もやると思ったけど、ガーダーで減らそうかなって思った。だからガーダーで当たんのかな。お前らさ、水上に攻撃できなさすぎじゃない。え、こいつって、あ、魚雷か。あー、なるほどね。メガリッシュ砲撃てないのね。魚雷かクローしか撃てないのか。ちなみに、バッドアングラーには、あ、対空ミサイルを撃ってくるので死にますね、はい。いやー、20% 連装ミサイルか、36% ガスターか。ちなみになぜか、ガーダーの攻撃はビーム射撃だろうと水中に通ります。感じでしょうね。一時連装ミサイル。はい、当たりませんよね、知ってる。いや、ガーダーラッカー強いよね。てか、射程が長いからね、あれがあると。そのビームホットとかもな、そうだよな。どうしようかな、これ。どうしようかな。あ、違う。ジムコマンドが攻撃できてガンダムで支援するじゃん。いや、マッドアングラーの攻撃で落とされかねないんだよね。ちょっと怖い。ゲーム開始から80分経過、おかしいな。前半も終わってないですよ。おかしいな。俺何もしてないんだが、おかしいな。くそ、悩みが多すぎる、このゲーム。シェルドさんなら、シェルドさんちょっとね、位置が悪くてね。いや。これでもいいか。これで削るってのはワンチャンありか。まあ、本当は、ガンダムの攻撃に支援で入れたかったんだよね、でも。本当はガンダムの攻撃に支援で、殴りたいんだよね。いや、わかった。ちょっとこれはね、ジムコマンドで攻撃するの後回しにするわ。ちょっと一応念ためね。一応念ためセーブしといて、ジムコマンドが敵を落とすのを一旦後回しにして、ジムコマンドで、ゴッグを攻撃して、支援にプロトタイプガンダムをつけて、殴って、そいつをプロトタイプガンダムで落としていこう。よし。3999。強いんだか硬いんだか分からん。ゴッグが硬すぎて、なんかよく強いわ、マジで。強いわ。そう、ゴッグが強いんだけど、マジで。マジでゴッグが強いんだけど。あ、待って、これ。あれ？あ、そっか、そういうことか。いや、だったらこれ、こっちでもいいな。あー、違う。あ、え、そういう、あ、違う。お前、あれか。引き範囲外か、これ。君をここに置いてだね。君をここに置いてですね。次のターンでシガンヘジム多分死ぬと思うけど、まあ別にいいんじゃない？だって別にシガンヘジム死んでも、仲間になるらしいからさ。よし。よし。とりあえずこれで一旦こいつ落として。いや、これジャンブルローなんですよ。おかしいんだよな。俺80分やってんだよ、もう。前半だけで80分やってんだよ。そんなはずではなかったんだから。そういうはずではなかったんだが、前半だけで80分やっている。そしてシェルドは相変わらず2発当てる。よしよし。あなたが死んでもうちに来るもの別に、あなたがやられても、
仲間には来てくれるから構わないのよ。あ、こいつ落とせないマジ？君落ちてくれない？君落ちてくれないのか。君落ちてくれないんだと。ああ、そのね、ランクのやつね、わかんなかったんだよね。あのね、俺も昔さ、そんな記憶あったんだけど、確か俺、第1話、あの、ガンダム大臣立つで、志願編のレベル1人 B まで上げたんだよね。5兆 B とかにしたんだけど、ただ、5兆 B にしても入った時5兆 D だったんだよね。だから、あれって昔のやつだったんだっけと思って。待って。待って。このゴッグどうしようかな。このゴッグどうしようかな。このゴッグどうしようかな状態になってるぞ、今。こいつは負債である、オッケー。こいつは負債であるので、このゴッグさ、このゴッグさ、水中実験機をここで撃つか。ここで撃ってこうだな。ここで撃って水中実験機に殴らせて、やるやん、やるやん、やるやん。水中実験機やるやん。よしよし。これで一回ブローバー以外倒したから、倒したので、これでジャベリンで殴ると。よしよし。よしよし。相変わらずシェルドが2発当てる。お前は何なんだ一体。で、これでまだ2万なんだろ？高っ。水中実験機さんは攻撃したいんですけれども、攻撃するとマッドアングラーにタコられるので、タコられるので、攻撃ができなく、さらにバルカンは撃てないので、どうすることもないか。志願兵リテマラ。そっか、志願兵リテマラはできるんだ、このゲーム。やばい。ジージェネもリテマラの時代だったか。体幹魚雷がな、結局36であるから、どっから殴っても変わんねえのか。そうっすね、ブローバーがイーバックなんですよね、だる。F は開始時点で志願兵が決まるからできない。そうなんだ。ってことは、リセマラできない。そうっすね、イーバックは命中プラス20でした。しかもそのイーバックがかかってる敵に対して、その範囲内に敵に対して命中プラス20なんですよね。ちょっと特殊。よくね？こいつらの黒強くね？あ、完全に最初からなんだ。へー。なんか俺さ、グラブロの黒って言うとさ、昔、スーファミにあったガンダムの、機動戦士ガンダムのね、なんか横スクロールゲームがあったんだけど、なんかすごいあのグラブロを思い出すんだよな。で、マッドアングラーの攻撃を、ジムで受けたい。なので、いや、これ、対空ミサイル。対空ミサイル。対空ミサイル撃ってきます？対空ミサイル撃ってきますかね、あなた。一回土台戻していいや。一回戻して、だね。いやー、スパロボインパクトの1話盛り出しますよね。ゴッグだし。アイテム拾う戦いやつだと思います。なんかハロとかが流れてくるやつ。うん、ちょっとガウ、多分ガウが狙われるんだよね、今位置的に。いや、本当はジム狙ってほしいんだよね。ジム狙ってほしくって。配置的にジム狙わせるの結構めんどくさい。水中実験機を一個近くに乗せて、あ、お前こう、あ、攻撃がしたいか、攻撃ができない。君が攻撃すると多分やられる。対空ミサイル怖え。いや、対空ミサイルが怖すぎる。さすがにやめとこう。なので、ここは、ガウの範囲が広くて非常に良い。これで射程3、
確か、上から時計回りだったはずだから、ジムコマンドよりジムが先に狙われるはず。ちょっと待って、ジムコマンド、体力やばいけどさ、ブローバーの攻撃落ちないよ。OK、大丈夫。いや、確か、近い敵、かつ、なんか上から時計回りみたいな、そんなんじゃなかったっけか？俺の記憶が正しければ。すごい、だいぶ、ふわふわな記憶なんですけどね、これ。これでマドアングラが展開してきて、ジムを狙ってくる。オッケー。オッケー。ボイブしたらワンチャン生きてないかな。4発ヒット。はい、死にました。はい、お疲れ様でーす。そう、確かね、そんなだったんだよね。これ当たるんじゃね？当たるよね。だよね、知ってる。俺の悲しみの防御が。あ。ガンダムがちょこちょこ当たってくる。よしよし。まあ、なんとか一旦耐えたんで、これズゴングが捕獲できないけども、マッドアングラーコンタで倒しちゃうのが丸い気がするな。これ、そこの下の3機捕獲できないけど、もういっかな。なんか、そこ待つの多分辛すぎるから。ここをね、待ってられない。そして、相変わらず、あいつが全段ってく。よし。これで今8000でしょ？ 8000 減ったから。え、待って。すっげえ微妙い気がする。これ、これさ、苦労で落ちるんか、お前。お前これ苦労で落ちるんか。いや、違う、これ。これ、水中実験機にジムでサーベル当てられれば確実なんだよな。これジムでサーベルをマットワングラーに当てられれば、はい、オッケー、これならクローを当てれば、やめようぜ、そういう目術、マジで。そういう目術、マジやめようぜ。これ当てれないとマジで困るんだからな。これ当てれないと困るんですよ、俺。これ当てれなかったら、ズゴクにボコボコに耐えるんですよ。マッドアングラーにジムが一体やられ、さらにその後に、ズゴクにゼタボロにされる未来が見えるんで、君には当ててもらわないといけないんですよ、これ。お分かりですか、ガイさん。どうやら意識は高かったらしい。あー、よかった。マッドアングラー倒した。よし。これで、あとこのユーコンなんとかすればいいから、一旦塞いどいて、回収しよう。で、回収しよう。すごくない。ビームサーベル削りなかったら、いや、ギリギリ足りたんか？多分ギリギリ足りたのと思うけど、ギリギリすぎてやりたくないよね。よし。で、あと2体捕獲できるから、2体捕まえて戻ろうか。いや、あとは勇気で補えばいいってことだよ。命中率なんて単なる目安だからな。あとは全部勇気で補えばいいんだよ。あとジムもう一機いなかったっけ？いた。これそしたら、いや、マッドアングラーがいっちゃん強い。てか、なんなら、地上もこの間、誰が一番強かったかって、グフよりも、マダガスカルだったしな。戦艦がこのゲームいっちゃん強い。獅子王ガイというより、勇気があれば、できるのは、どちらかと獅子王ガイというより、タイガ長官の方が正しい。単なる目安だわ、どちらかというとタイガ長官。よし、これ一旦、
戻して、確保して、で、待って。ここでしょ？ここだから、これジムで押さえて OK。OK で、ファットアンクルで2体捕獲して、あと3体だから、これファットアンクルが1回戻って、ここ3体捕獲できると。よし。で、あとユーコンの中身をどうするかだよな。まあ、金にしてもいいけど、グラブロがまだちょっとレベル的に足んない気がするから、せっかくだからグラブロで倒そうか。これ一番困るのが次のステージで、グラブロを、後半ステージでグラブロをエースにできなかったことだから、ここまで来るとね。これグラブロをエースにできなくて、次から宇宙なのにレベル3のグラブロが出来上がる方がさすがに泣くから。で、ここら辺も全部占拠したので、よしよし。大丈夫。いや、マジでね、やりそうなんだよな。俺何回もやってるからさ、今んとここの GG で。レベル3ギリギリで、エースになりませんでした。なんなら、この、配信やるたびに1回はやってるんだよね。初代ガンダムギリギリエースになりませんでしたもやったしさ。はい、どうある。届かんので、ここか。次の水中は、ゼータの前にはね、0183にちょっとだけ水中の、ユーコン UQQ がいるところがあるはずだけど、他はね、なんか戦慄のブルーあたりにどっかちょっとあった気がする。あ、08にもあったか。ザニーコアファイター。いや、ザニーコアファイターの悪夢あったからな。で、ザニーコアファイターの悪夢もあればさ、アムロのガンダムの悪夢もあったんだよね。って考えるとマジで毎回やってんだよね、俺。実はマイステージ1回、前配信に1回1回やらかしてるっていうね。じゃあここでエース逃しても余裕っすね。余裕ではねえんだよな。ポケセン潜水艦？1話目ってことかな？WT3 は、多分 WT3 はあったと思う。このうちに水中ステージあったっけ？俺あそこ砂漠しか記憶ねえ。砂漠っていうか、そういう感じのところはあんまり覚えがないんだけど。一回中身を落としに行きたいので、グラブロさんはこうしといて、ジムは寄っといて、アンディがアンディするって言うんじゃないよ。あれ、また出れない。君がまた出られないのか。ジムなら横並び仕立てといて。やべ、なんかマッチモニードとかいうのクソ懐かしいな。俺そのね、ガンダム欲しさにね、レベル、ガンダムだけで倒したのね、ガンダムだけで倒したことでもあれば、あれこれガンダムレベル AC になるんじゃねとか思って敵倒したんですけど、2回レベル3でギリギリ足んなかったんですよね。悲しさしかなかった、マジで。で、そう出てくるよね。はい。よしよし。これ出た。これで、あ、届かないじゃないの、あなた。あなた、それ届かないじゃないの。で、ゴックを削りたいわけですよ。ゴックを削りたいわけですよ。当たりませんか、ブラスター。当たりませんか、ブラスター。当たりませんね、ブラスター。これ、避けられたらさ、超強気になるとかない？これ、超強気になられても困るんだけど。君が超強気になられるのも困るんだけど、どう？当たった。よかった。もうちょっと、いや、さっき5000ぐらい食らった気はするけどね。さっき5000ぐらい食らった気はするよ、確かに。あ、違う、水中実験機で殴ればいい。やばい、水中実験機を入れといたのがすごい役立ってる。こいつのおかげでグラブロが支援しやすい。
強っ。何こいつ。誰がさ、これさ、ガイさんとさ、なんだっけ、こいつの名前。バイスシュートか。こいつが、こんなに、転倒すると思ったよ。てか、6800出たらさ、もうさ、ジムをまた一人散らさないばならない。また一人ジムの命を。でも水中実験機で普通に殴れば、一発当たってくれれば、君の攻撃が当たってくれれば、いや違う、これ、先にザクマリンだ。先にザクマリンだったら、水中実験機が強いのか。いや、さすがにこれはね、もう水中実験機結構強いんだよな、個人的に。意外と強いよ、こいつ。結構ユーコン出ますね。なんかね、普通に強いよ、水中実験機。てか、このね、水中に対して射程3、4と4、5で攻撃できるのが偉すぎるね。めちゃくちゃありがたい。はい、最強戦。いやー、そしてグラブロが強い。いや、めちゃくちゃトランプ機使いやすいっすね。てか、なんなら最初のね、ユーコン戦でマジで死ぬかと思ってたけど、なんか、奇跡の耐え方見せたしさ。当たんないんだが。まあ、でも、ユーコン相手なら、めちゃくちゃなダメージ出ましたね、今。なんかさ、格闘武装強っ。ゲストのジムは行っていいが、いくらでも行っていいんだよ、こんな奴ら。で、ユーコン、戦だから。いや、違う、さすがにこれはグラブロか。反撃食らって、なんか生きられても困るし。よっしゃ。なんだこいつ。1万8000ってほぼワンパンじゃね？なんかめちゃくちゃ強かったわ。勝利 D まで落ちても。ガイさんの敷地5になってる。よっしゃ、これでこれを隠して ?OK。これで前半戦は完了かな。おかしいな。なんかもう配信始めてから2時間ぐらい経つんだけど、どういうことかな。おかしいな。これはビグロ待ったなしですよ。ビグロまでいけますよ、これは。いや、マジでグラブロー入れといてよかったわ、マジで。超助かる。グラブローのおかげで超助かるわ。マジで強い。いや、これはね、俺今のこのガイタンなら、魂の名前山田二郎じゃねえな。逆だな。うん、山田二郎が魂の前大工違いだったけど、ちょっとね、それを認めてあげたくなるぐらいな活躍してるよ。これガンダムとかだったらマジできつかっただろうね。てかガン、いや、まあガンキャノンだったら結構やれた。結局キャノンはさ、キャノンでさ、キャノン砲で陸から海に攻撃できるから。逆にこれジムばっかり入れてたらやばかったね。ジムめっちゃいたらほとんど攻撃できないから、何もできずに終わるでしょ、こんなの。激辛ファイヤーとは、新しいの生まれとるかな。いや、バルバルまでいけるよ。バルバルどんどん積んでいくよ。バルバルだとできるけど、出番はないよ。絶対、設計用にビグロで取っとくのが一番いいんだよな。あれ、もうこのゲームってビグロマイヤーっているよね。多分ビグロマイヤーが、まあ、ビグロマイヤーが一体いつの機体かって言われると俺にはわからないけど。なでしこ最終話俺すごい好き。いや、なでしこらしい終わり方だよ、あれは。よしよし。ウッディタイが、ウッディタイはやられたよ。一気逃げました。シャアだけは逃げていくよね。まあ、そもそもモビルアーマーがね、全体的に強いからね。一年戦争末期。じゃあ一年戦争中なんだ。へぇー。グラブロ実は海ガンガーでは。あ、
あ、なるほどね。なるほどね。俺、あいつのことこれからウミガンガーって呼ぶわ、じゃあ。あ、これ後半戦か。お、これは、ムービー会？ムービー会？ジャブローの上空ダイブダイ。お、ホワイトベースも敵の迎撃に当たらせる。これはホワイトベースが動けるフラグ来ましたね。ようやく、ようやく動けるんか、お前。お前、ようやく動けるんか。シャンブロは、どっちかと陸岸か？よし。ガウが。このガウって要はモビルスーツ全部ここで投下しちゃうから中身入ってないってことか。ポイント285。タッキー、岡大、発進準備せよ。モビルスーツ隊発進準備に入る。いいムービーじゃん。じゃあこのハッチ開けろ。このハッチ開けろがさ、何回聞いてもさ、檜山さんにしか聞こえないっていう。え、シャンブロ？シャンブロはユニコーンじゃん。シャンブロいないけどね、このゲーム。シャンブロこのゲームいないけど、シャンブロはユニコーンじゃない？ウッディ隊が処理したこのホワイトベースを沈めるなよ。まあ、ホワイトベースなら生きてるだろ。しかもこれ確かクエストムービーだからお金入るんだよね。はい。そういうことで、後半戦でーす。後半戦でーす。またお前らがいるよ。アプサラスさえ完成していれば、まあ、アプサラス、ジャブルを殲滅にためにやっぱアプサラス持ってこないとな。で？で？いや、それは結局データがその頃あっただけっていうとこだと思うんだよね、俺は。その理屈で言うと開発された時期って、一応、ねえ。まあ、どっちにしろこのゲームいねえし。ユニコーンいねえし、このゲーム。とりあえずこのザク、角生えてんだけど。角生えてるザクがちょこちょこいんのおもろ。え？え？そうか、そうか、そうか。あー、6号機とかね。6号機とかいたかもしんないっすね。でもあの、ジジで F はさ、意外とそういうキャラいないけどさ、あの、ゼロとかの、みたいな頃には意外といたよね。あの、なんか、なんていうの？その、本当はここにいたかもしんないみたいな感じでさ。あれ、ガトーがソロモンにいたのってこのゲームじゃな、ゼロだよね、あれって。F じゃなくて。とりあえずこれあれか、空中戦をフライマンタで仕掛けて、ガウを取り、この61式戦車もしかして爆撃で悲しみな目に遭うやつ。ひとまずグラブロで、ユーコン叩きに行くのと、いや、これホワイトベース上に上げて、ホワイトベースで飛ばすか。ああ、そうですよね。ありましたよね。その辺確かゼロでしたよね。ああ、トッシュクレイとかいたよね。トッシュクレイとか、あの辺の奴らが、連邦側にいたりしましたよね。F は、なんていうの、そういう外伝系の奴が、本誌の、なんか、一年戦争とかの、そういうとこにはいないんだけど、ストーリー、そもそも、そう、物語的には、ターン A が、月に吠えるだけある。まあ、なんだって2000年なんでね、このゲーム。このゲーム2000年なんでね。まだターン A が、あれターン A 放映中？ 2000 年って。2000年ってターン A 放映中か？ちょっといっかなぁ。なんだってこのゲームプレイステーションですから。プレイステーションのゲームですよ、このゲームは。あ、ちょ、なんかちょうどごく抑えてんだけど。あ、ユーコンこっちにもいるんか。ちょっとそれはめんどくさい。
F のヒゲは隠しシナリオっすね。全部クリアす、全部の、ステージを、ステージシナリオをクリアすると、もう、出てくるみたいな、そんな感じでしたね。ターン A は2000年の4月まで。あ、じゃあギリギリ終わってんのかな？能力回復はないっす。ターン A は、ターン A はそういうものだとまだ、これってジムトレーナーだよね。そうだよね。お前ジムトレーナーだよね、これ。よいしょ。能力解放のターン A とかさ。まあ、大体みんなシートからでしょ。星敵とかにもね。俺と同い年ぐらいの人はね、大体ね、みんなね、シート付近からガンダムに触れてる人が多分多いはずなんですよ。なぜならシードぐらいの時にちょうど中学生ぐらいだったりしたから。そんな俺はガンダムに触れたのは3歳だったんですけど。え？お前その命中率で一発当てんの？あ、てかミスった。これ61式。空中に攻撃すればよかった。何にも考えてなかったけど、そうなんだよ。アラフォージさんは SD ガンダムからなんだよ。これな。SD ガンダムからなんだよな。だって、俺もだって一番最初は、兄が買ってきた SD ガンダムから入ってるんで。だから一番最初ほんと武者ガンダムとナイトガンダムですよ。で、そっからの G ガンダムですから。ジガンウィングリアタイ世代です。同じくです。ジガンウィングリアタイ世代です。よろしくお願いします。そうっすよ。シードは、だってシードデスティニーが終わった後ぐらいに劇場版やりますって言ってたんですけど、なんかね、気がついたら、こうなってたって感じなんで。よし。マニングスとかがいるのはゼロのはずですね。F にはね、その辺はいないんで。これはちょっとね、ザクはともかくグフ削りたいよね。グフ削りたい。あと、お前らってなんかいい感じにザクを削りたい。あとは、君ですね。フロッタイプガンダムをあげちゃいたいかな。これ、あれだ。これ、良くない。どうしようかな。いまいち場所が良くねえんだよな。これ。みんなガンダムのハマり方って不思議ですよね。いや、そう、俺はさ、ハマり方がさ、その、なんかさ、その、ちっちゃい頃に兄の影響でガンダムがハマってるからさ、なんか、同じぐらいの年代の人のガンダムのハマり方ってさっぱりわからんだよね。これドム。ドムどうしよっかな。このドムめんどくせえ。うわ、ビクトリー大将軍とか、クソ懐かしい名前がいる。いいよね、ビクトリー大将軍。大好きだ、ビクトリー大将軍。お、いいね。当ててくね。だってやっぱみんなその辺だよね。あ、待って、ここだとジムが展開しづらい。いや、これドムにもっと近づいてからジム展開して、なんかドム普通に殴り倒した方が早いか。俺ね、プラモはほんとね、やっぱ7人の長所軍あたりがね、一番プラモも買ってたし、ゲームプレスにゲームがあったんですよ。あれとかもね、やってたりとかしたから、結構やっぱり思い入れがある頃だよね。
ジャイアントバズ食らったらまずやばいんだけど、まあなんとかしよう。いや、ドム削れんのでかっ。あとはちょっとユーコンが怖いな。よいしょよいしょ。それは落ちないのね。ちょうどいい。やっぱ戦車最強なんだよな。よし。あ、やっぱ宇宙世紀しか知らない人っているんですね。なるほどなるほど。あ、なんかこのガウって移動力低いんだ。あ、やべ、あ、違う、動かしてる。いいんだ、いいんだ。大丈夫。なんだ、こいつら。なんでお前がそんなまっすぐに並ぶんだよ。マップ駅打ちたくなるだろ。やべえ、俺と同じ人いる。初めてのガンダムを思い出した。ファミコンのナイトガンダム物語。ナイトガンダム物語ね、バカやった。あのね、なぜかでもうちね、1持ってなかったんですよ。1持ってなくて、ナイトガンダム物語2と3だけ持ったんですよ。あのバーサルナイトが出てくるやつとクラウンナイトが出てくるやつだね。最初のやつやったの実は結構後なんだよね。ちょっと待ってビッグトレーサー。戦艦が最強ってこと？戦艦が最強ってことかしら。え、待って、こっち来んの？こっち来んのはやめてもらっていい？それはやめてもらっていい？それはちょっとやめてほしいなぁ。あ、クラウンナイトはエンタ軍騎士のやつですね。そう、昔からあれで道が分かんなくなるの何回もやってたんだよね。え、待って、すげえこと避け、すごい避け方するやんお前。あとはそうだな、これはどうしちゃったな。動くそのままいいや。とりあえずユーコンがどう動いてくるかだな。これバッタンクルド来たらよ。これだからレンタル兵は、まあ、レンタル兵の出番多分そろそろなくなるから。待って、これ。いや、お前はね、こうしないでいい。戦車強っ。あ、やべ、ホワイトベースね。放置してたわ。ホワイトベースの動かすの忘れてたわ。普通にこいつの存在忘れてたな。どうしようかな。いや、ミサイル。ミサイルで倒す？いや、邪魔だからミサイルで倒そう。ちょっとグープ邪魔だから。マジで普通にこいつら動かすの忘れてた。どうしようかな。ガンダムをエースにしに行くか、それは聞いてないよ。それは聞いてないんでやめてもらってもいいですかね。これガンダムエースにしに行く必要性あるかって言われるとあんまない。どうせプロタイプガンダムを多分このステージでエースにするかしない。まあ、このステージかもしくはその次のステージでエースにするんで。ところでホワイトベースさんなんであんな、あの人回避率高すぎませんかね。あの人なんか人だけザクの命中率20何%しかなかったんだけどさ。あ、なんかこういうモビリティ戦だとジムの強さわかるわ。すごいなんか安心感ある。クラッカーの命中率がね、ジムよりも低いんだけど、どういうこと？これはノイマン乗ってるかもしれん。これはね、回避ってやればね、避けれる気がしてくる。あ、待って、俺スーパーナパンみたい。まあそう、ガンダムエースにするなら、多分、やるならここなんだけど、でも、プロトタイプガンダムいるから、正直、エースにする必要、あるかなーってのがちょっとあんだよね。
よいしょ。あ、でも生産リストには登録したいか。いくよ、ファイヤーおかしいな、俺の知ってるスーパーナパームじゃないぞ。俺の知ってるスーパーナパーム出てたんだけどな。宮井さんならできそうだけどな。あ、あれ乗ってんの実はマックスだった？実はマックスだったかな。確かに、この道でナパームとか。どうしようかな、これ。待って。いや、ライトアーマー。ライトアーマーさん。ライトアーマーさんで落としていいや。落としちゃいけなかったかもしれないけど、まあいいや。スーパーナパームって言うとね、もうね、エクバで見すぎてさ、俺は。あ、それ痛いっす。それ痛いっす。それ痛いっすね。チャージ機のあれはアムロの命中率がないと。やっぱアムロじゃないとダメってこと？くそ。ねえ、61式が強い。あ、やべ、ユーコン来た。やべ、ユーコン来てる、ユーコン来てる。あ、待って、これユーコン。これ、これ良くない。これ良くない、これ良くない。良くない、良くない。これユーコン、ここら辺で出てきてもらわないと困る。一回出てきてくんねえかな。これ、こっち来られる方が困る。ちょっとね、この戦車はさ、なんでこの位置に配置されててさ、無傷で1ターン乗り切ってんの？なんか 1ターン無傷で乗り切ってる上にダムの HP こんな削ってんだけど、え、何この戦車？やっぱ戦車ってこと？いや、これ絶対本拠地狙ってるよね。やだやだやだ。こっち来ないで。こっち君のだけは勘弁していただきたいよね。とりあえずグラブロでこいつ落として、よし。そこのドムがな、気になるんだよな。そこのドム HP 減り気ないかい。ドム君 HP 減り気ないかい。一発か、二発当ててくれればな。それはちょっと、ん？いや、死んでないよ。いや、待って。これ、ひょっとして61式戦車さ、ドムに対してクソ強くね？ジャイアントバズ一発ギリで耐えるのでしょ？待って、これ完全にさ、ポケモンのさ、HP 調整されてるでしょ？完全にこれ、確定内調整されてんじゃん。20で耐えるの完全に確定調整されてるって。これ完全に HP 調整済みですよ。そして届かないわ。これひょっとして水中にしか撃てない。あ、こっちは水中に撃てるんだ。こっちは撃てるんか。いや、あれ完全にね、ジャイアントバグ確定台調整されてる。さすがにね、HP 調整してますよ。ここはですね、ジムコマンドかな？コマンドかな？ここは。正直、ガンタンクは、どうせ宇宙出られないから、このステージだろうと次のステージだろうとあんまりか、それまずくね？あ、ぶね。よしよし。これ、プロタイプガンダムをできれば上げちゃいたいなーっていう、そういう感じね。ライトアーマーさん、ライトアーマーさん、ライトアーマーじゃない？ライトアーマーだ。ん？じゃあ、これはライトアーマーか。こっちはトレーナーか。こっちはトレーナーか。こっちがこれトレーナーで、こっちがライトアーマーか。なんで、ビッグトレーに入ってるジムの種類が絶妙に違うの？なので次は、このジムにも行くか。ドムをとりあえず削っちゃいたい。スプレーガンでいい感じの感じに減ってほしかったんだけど、いい感じの感じに減ってほしかったんだけど、どうやら当たらないらしいので。このさ、これ多分、これ分かってくれる人いると思う。
あの、このジムよりさ、こっちのジムの方がさ、あの、正面向いてるせいでさ、やつ感が増さない？あれ感が増してくる。やっぱさ、正面向いてるジムってさ、正面向いてるジムってどうもね、ウェイキーサーもトッドみたいな目つきしてトッドみたいな目つきしてそういうことか。トッドみたいな目つきしてるって言って、何かと思った。めっちゃ横見てんのね。いや、赤いでしょうかって赤さあるよ、この。あ、ちゃいちゃいちゃい。一発当てといてほしいな。オッケーオッケー。これ当ててくれるんなら、だいぶ楽にいけそうな気がする。あとはしっかり攻撃を当ててくれれば。あ、でもこれ、いいよね。こいつがいた。いいとこにいてくれるよ。なんかさ、やっぱシェルドフォーリーおかしくない？シェルドフォーリーがなんか砲撃機に乗った時おかしいよね。え、なんでこいつこんな当てるんだろう、マジで。ジムスナイパーは量産機判定。あー、微妙いけど量産機でいいんじゃないかなって個人的には思うけどね。まあ、量産されてるかって言われてると、ねえってとこはあるけど。なんかあいつさ、砲撃すると本当に当てるんだけどさ。あの、だって、俺さ、その、さっきさ、最初の方に、その、なんか、あの、昨日じゃない、あと、この間とかのさ、配信のさ、切り抜きをちょっと作ったって言ったと思うんだけど、まあ、何かって、あの、シェルドフォーリーなんだよね。シェルドフォーリーとザニーのさ、なんか、怒れ度合いをさ、ちょっと切り抜こうかなと思ってやったらさ、どうしてなんでこんな合ってんのかなって、本当に疑問に思った。まあ、どっからが量産機かっていうのはね、本当にね、難しい話なんでね、なんかふんわりっす。なんかそこまで厳密に量産機設定をね、こいつは量産機かどうかっていうのは、ね、なんとも言えないと多いから。量産するつもりで進めてたけど、量産できてないやつは、じゃあどっちよみたいなね、その辺もなんか、マジでなんとも言えない。ギガズイは、違うんじゃない？あれは、なんか俺は量産機だと認めたくない気持ちはあるけど。サーベルトとかないよね。あ、ゼータプラスはちょっとなんとも言えないとこっすね。うん、事務系は基本的にはいいんじゃないかなー。いいんじゃないかなーっていう思いはある。ちょっとスプレーが泣きにさせて。よいしょ。まあ、リファインガンダムゼータさんはさすがにね。よいしょ。あー。ようやく髪も、マジで、いい感じに濡れてんのがなかったし、部屋の暖房切ってたせいで、ちょっと部屋が涼しくなってきた。まあそう、ゼータハキャーではね、マジで多分ね、リックリアントあたりをね、黙々と使うことになりそうな気がするよ。いいや、一発ってくれんでかい。まああとは結局敵側のね、敵側の量産機。うん。でもゼータ付近では敵もさ、結構突起型多いからさ、あ、暖房切ってたからね。そう、暖房切ってたから、涼しい。あの、最初、汗めっちゃかいてたからさ。あの、この配信、汗かき配信から始まってるからさ。いや、多分、ネモとかでも十分、ただネモとかって結局武装がね、武装がその、普通だからさ。だから多分ね、あの、ほら、なんだっけ、あれ、ネモ3とかその辺いるじゃん。ああいうのね、多分意外と強いと思うんだよな。センチネル系とかは多分結構ね、お世話になる気がする。
私はエアコンというものが苦手でした。おかしいな。小島隊長いるんだよな。待って、あの3500のあいつどうしようかな。いや、これ水中実験機でさ、水中実験機で落とせません？ちょっと怖いね、それ。それ怖いね。それ怖いなぁ。でもグラムロの命中率があまりにも低かったんだよね。そのパンチしかできないやつはちょっと帰ってもらっても大丈夫ですかね。パンチマンは一旦帰ってもらって。高級量産機は一応量産されてる扱いだったらありかなとも個人的には思ってる。じゃないと、まあ、正直、あ、だから、俺ね、一応思ってんのよ。あの、多分この縛りで、多分一ちゃん中、あ、でも、キメレイは、普通のキメレイは個人的にはさすがになし。ただ、あの、量産型キメレイだよね。あいつが、扱い的に個人的に一番どうしよう問題はやつ。待って、これどうしよっかな。このさ、水中から出てくるやつら、そうだ。こいつらはこいつの相手してる場合じゃねえんだ。水中から出てくるこっちの方がやばいから。メタスか。メタ。あ、出た。倒した。フライマンタ。お前フライマンタやるのか。そう、なんかね、あの辺のね、メタスとか、この辺の絶妙に判定しづらいあたりをどうしていくかみたいなのはあるよね。とりあえずこいつが、4体いる。これユーコンさ、次ターンで落としたいな。だからここにこいつ置いといて、ここに置いといて、ファットアンクルも近くに来させといて、で、こいつらで、こいつらで、あれ待って、これってさ、オッケーオッケー、水中に当たるな。水中に当たるんで、ちょっとここら辺の空軍部隊を一部こっちに持ってきておいて、ユーコンの攻撃に使おう。あ、マジ、ギレンの野望はさ、なんかいい感じにさ、その適性がね、水中に攻撃できるやつとできないやつがいるから、わかんなくなるよね。あぶ。ねえ、今また忘れてた。マジでまた忘れてたんだけど、こっちだ、もう。これ、空飛んでいいんじゃね？これもうさ、空飛んで、ガウ落としに行ってもいいんじゃねえかな、こいつ。あ。量産型 FGG とかニューはいます。まあ、奴らをどうするのかはちょっと諸説。個人的には量産型キメレイは量産型と認めてもいいけど、量産型ニューガンダムを量産型と認めたくない俺がいる。いや、これさ、この61どうですか？届くね、届くね、君。これ、さ、ガウに攻撃できるじゃん。やっぱ戦車なんだよ。あ、サイコガンダムいましたね。量産型サイコガンダムいましたね。だから、そういう意味では、多分、その他の量産型なんちゃら系で一番最初に悩むのはね、多分ね、量産型ギグダムだと思うんだよね。なんなら、あいつってさ、確か設計条件、リグロとなんかとかじゃなかったっけ？あ、そう、量産型、だから量産型ギグダムがね、多分一番ね、あいつってどういう、あれっていうのをね、なんとも、一番なんとも言えないところにいるラインな気がする。ジムとかは、君たちは死んでもらって構わないので。あ、アプサラスか。そうか、ビーグルとアプサラスか。アプサラスか。まあ、バトルどっかに作るからいっか。そうそうそう。だから多分ね、お前ほんまか面接をね、多分いろんなキャラでしてくから、今日はね、今日はこのジャブロー攻略で多分ほぼほぼ終わるから、お前ほんまか面接入らないんだけど、次回以降多分また、あれね、ちょくちょく、
あの、アンケートなりなんなり使って、あの、ね、あの、お前どっちやねん、多分していくと思うんで。どうしようかな。ルギエになるかどうかはどうなんだろう。結局ね、このゲームでどの機体使ってても、あの、改造したらルギエになるんで、結局、機体を改造したら全部強くなれるから、正直なことを言うと、あの、武装強くて、武器エネルギー消費が少ない機体を改造した方がよっぽどルギエになります。だから、ま、その辺はね、あの、改造は一応程よく縛ってるつもりなんで。アムロ下に落としとくか。これ、アムロ下に落としといて、下のザクと戦わせるか。後で回収に行こうか。そこでこれ、アムロやられたらダメとかないよね。オッケーオッケー。あ、そうだ、今日番外編じゃん。やべえ、今日から北上だ。北上に行かなきゃいけないんだ、俺。そうじゃん。北上に飛ばなきゃいけねえじゃん。北上行かないとね。あ、北上のネタバレだけは、あの、一応なしでお願いします。いつ、ちょっと俺もね、まだいつやれるかわかんないから。北上のネタバレだけは、なしでお願いします。ちょっと今作はね。あんまり対戦とかをやってない関係上、ストーリー周りの方が一番気にしてるから。番外編はね、見たいよね。みんなあの、ポケモンの DLC 買ってる人は今日の23時から、北上のね、あの番外編ができますので、ぜひ、ちょっと、やってみてはいかがでしょうか。放置されてたやつが一匹ちゃんと出てくるらしいから。あれ？あとなんか動いてないやついる？デプロックとかが何体かいた、いたてか。こいつらはいったんかな。あとこの辺がどう動くか次第な気はするし。あ。あれ？あのグフ死んだんじゃね？あのグフ死んだんじゃね？あのグフ落ちたんじゃね？お疲れ様でーす。こいつ、61スキル車1機のために爆撃してきやがった。あ、違う、2機いた。やばい、これは戦車が全て、ガムにやられる。あれ、待って。これさ、上のやつやばいんじゃね？あ、お前がやってこないよね。あ、待って、お前が降りてくるの違う。待って、お前が降りてくるのは違う。お前が降りてくるのは違うんだよな。いや、これめんどくせえ。それめんどくせえって。それめんどくせえって。いや、これねー、それはめんどくさいよ、君。いや、まず戦車を一番の敵だと理解してやがる、あいつ。あ、ごめん。あ、浮いてる？アムロが強すぎる。アムロが強すぎる。こいつが強すぎる。いや、これね、でもね、今ね、あそこにドップが降りてきたことによって、あのドップを処理したいんだけど、あそこに近づくと、ガウに爆撃されるっていう、すごいめんどくさい状況が起こってる。いやー、あれめんどくさいね、ちょっと。これ生きてるのね、オッケー。でか。あと、アムロを放置してたら、なんかみんなアムロでやってきたけど、誰にも攻撃も当たる気がしないんだけど。こいつ強すぎる。こいつが強すぎる。このテンパーが強すぎる。このテンパーが強すぎる。いや、君が避けてくれると俺非常に助かる。なんだこいつ。あー、お前も出てくんの。あ、よかったー、そこのユーコン。ん？違う、よかったじゃねえよ。今のユーコンは、上がってきて欲しかったユーコンで。あ、こい
つら完全に本拠地狙ってきてますね。こいつら完全に本拠地狙いだね。あ、めんどくさ。あ、めんどくさ。めんどくさいけど、ここガウの爆撃範囲なんだよな。あれ、さっきだってこのガーダーまで食らったじゃん。ってことは、ここ。いや、これめんどくさいよ。これマジでめんどくさいよ。いや、ちょっとこれガーダーまずいっすね。これちょっとガーダーが良くないなぁ。アムロこっから動けないから、これホワイトベースあんまり前進むとアムロが指揮範囲外になっちゃうんだよね。とりあえずね、このガウがめんどくさいか。このガウ倒したい。となると、タンクだけ下に置き、タンクだけ下に置いてガンダムとジムコマンドを上に飛ばす。いや、どうしようかな。あのユーコン上がってこなかったか。あ、リフトありだね。リフトはあり。リフトってこれ出口ってここしかない？あ、こっちか、こっちがやんのか。まあ、こっちに出てきて、下にいずれ戻ってきて、ブライトを突っ込ませて、ガウ殺すか。ガーダーはね、どうなんだろう。でも本拠地システム結構俺的個人的には好きなんだけどね。ここでなんか下の敵いなくなってんだけど。なんで？うん、ちょっとホワイトベースでね、ガウやりに行くしか、やりに行った方が多分いい。で、他、自分は、周りをなんとかしたいから。グフ、このグフ HP 右。だってガウの爆撃って何発撃ってんの？あと3回ぐらい撃てんのか。やだな。これ嫌だな。この人物 HP ないのか。そう。もったい爆撃を出してもいいな。これなんならさ、誰かこの辺にいてさ、ガウに爆撃させたらドップ全員死ぬんじゃね？6、1式が足んない。いや、これジム？ジム？ジム射程外かな。いや、ドップ誰かここで。このガウあたりさ、いい感じに、6、1式いるから巻き込んでくんないかな。よし、これアムロ一回リフトに変えろ。で、ホワイトベース突っ込もう。数的にこの辺だね。下はちょっとしょうがないか。で、セイラさんならまあ大丈夫やろ。まあ、61式やっぱ強えよ。61式、クソほど強い。待って、これガウのこのエネルギー。あー、さすがにまだ削れないか。もうちょっと攻撃すれば。ドンエスカルゴ。ドンエスカルゴ。ドンエスカルゴはそうだよね。対戦爆弾だよね。そうだよね。そうだよね。これ、ギレンの野望で散々学んだやつ。ドンエスカルゴは、水中に攻撃できるんだよ。ってことはだ。こいつ、対戦爆弾ってことは、これはここに攻撃ができる。ドンエスカルゴの、ドンエスカルゴの見た目とかさ。マジでジレンの野望でしか見た記憶がない。いや、ジジェンのガーほんと強いね。空からの攻撃ならな、5ぐらい倒せ。強いやん。強いやん。あ、コアファイターだったら強そうだね、確かに。空飛べるしね。待って、ドンエスカルゴは強いぞ。ドンエスカルゴが普通にやってくれてるので、多分これ、グラブロ、あ、グラブロ殴れない殴れない、殴れないけど、殴れないけど、
殴れないけど、ミサイルランチャーで落ちません？いや、当たり方次第か。当たり方次第か。それはドンエスカルゴじゃなくてエスカルゴなんだよな。完全にエスカルゴなんだわ、それはもう。そして、お前は？いいダメージ出して。避けて？水中実験機も強いと。いや、これはゴッグだ、なんでもないじゃないわ。やっぱりゴッグに対しては、ドンエスカルゴが最強ってこと。よし。いい感じ、いい感じ。あ、いや、これ、ユウコンまだ上がってこないかな。まだ上がってこない。そろそろ上がってこないか、君。グラブロまだエネルギー的にクロをもうちょっと打てるから、一回隣にだけつけておこう。ユウコンの隣にだけつけておいて、君がまだ上がってくるか上がってこないかだな。で、この辺は？この辺は全部倒してるから、そう、ドンエスカルゴっていうやついるんですよ。ね、ギレンの野望をやるとね、ギレンの野望の連邦編をやると非常に役に立つんですよ。ガンダイバーねー。ここまでに生産できれば、まあまあまあだけどねーって感じだよね。あと2、3機か。2、3機か。まあ、向こう側のユーコンやら何やら、とかまずそこにユーコンいるから、この辺落として、どっかで上がるでしょ。レーダー。爆撃の範囲が、さっきどこまであった？多分ここまでだよね。多分ここまでだよね。ここまでじゃなかった気がするんだよな。だから、どこに展開するかだけど。まあ、一旦こっち側にしとこうか。それよりお前に出番があまりなくてさ。ガンダイバーはガンダムと水泳部か。ガンダムがまだできてないからな。よし。ここまでにガンダムエース？いや、できるんじゃない？どっかでいけんじゃない？俺は、てか、オデッサとかではそもそもエース登録できたし、まあ、オデッサでエース登録しても遅いんだけど、どっかでできるんじゃないか？てか、なんなら多分、プロトタイプガンダムがもうちょっと早く、てか、俺がさ、ザニーをさ、ミスってなければさ、プロトタイプガンダムももう一話早かったし、なんならザニー作ったの遅かったから、その辺やれば全然間に合うんじゃないかな。で、デブロックは、待機爆弾。デブロックは待機爆弾。オデッサエースは設置間に合わないです。でも多分その前でいけんじゃない？どっか。でも多分ね、ザニーから作って、ジム作って、プロタイプガンダム作ってでやった方が、どっちにしろ早かった気がする。多分ね。あとは？いや、これ、フライマンタをもうちょっと前に出すべきかなーっていう気持ちはある。いや、でもな、フライマンタあんまドップ戦で消耗させたくないんだよな。まだあっちでも、あ、でもフライマンタの攻撃ってユーコンに攻撃できるね。できるね。できるね。フライマンタはユーコンに攻撃できる。デブロックは？デブロックも攻撃できるのね。君たち強いね。君たち、有能だね。ブルワン。ブルワンとヒップヘビーはさすがに奴らはさすが、ちょっと待って、見えないんだけど。なんかカーソル消えたんだけど。ちょ、カーソル消えたんだけど。このカーソル消えんなんな。じゃあ、ミサイルポットでいいか。ああ、いいね。フライマンタ強いね。フライマンタ強いね。これドップいい感じに削れるのでかくない？で、なんでカーソル消えんの毎回。あれこれ、フライマンタ強いね。フライマンタ強いね、君。君たち強いね。でもこれエネルギーなくなっちゃうか。できれば爆弾投下する分のエネルギーが欲しいんだよね。まあ、落とさなくていいから削っときたい。
これね、落ちなくてもいいからね、削れるとね、この後ドップが降りてきた時に、自軍部隊で叩きやすくなるから、軽めに削れるとでかい。いや、まあ、フライマンタは完全な爆撃機とかと言われるとね、ちょっと怪しいじゃない。ジージェネしかり、ギレンしかりなんだけど、ドップが弱すぎるんだよな。ドップが弱すぎてさ、本当にこれでジオン軍は、制空権全部突然勝っていたからなもんね。F はね、F は燃費をどこもできないから。おっしゃ、来た。待って、これ。いや、これ、大型ミサイルでワンパンしない方がいいわ。大型ミサイルでワンパンしない方向でいこう。で、ドップは降りてくるけど、こいつは反撃で死んでしまうのではないかい。君、それは反撃で死ぬのではないかい。はい。だって、ドップ作るなら、まず全部ルックンでいいしな。あー、それ反撃し、いやー、落とした。てか、セイラさんがさ、強いんだけど。セイラさんの G ファイター強すぎて笑えないんだけど。何この人。なんか横からやってきたホワイトベース隊だけでさ、なんかね、空勝てそうなレベルなんだけど。やべ、大君の血筋と水星の妹強すぎるな。その血筋強すぎるんだよな。あれ、なんだあれ。なんだあれ。あ、いや、なんだあの61式。なんだあの61式。いや、ガーダーがあとどのくらい持ってくれるかだな。いや、それちょっと水星の魔女、新しい解釈ですか。これが新しい水星の魔女の解釈ってこと。マジ、ドップ突っ込んでくるのやめてもらいたいんだけど。あ、それって死ぬ、あ、それは死ぬのね。ブラスターでワンパンか、こいつ。そっか、ブラスターワンパンか。でも水星の魔女で行くとさ、それ、セイラさんも水星呼ばれされてないと、ああ、セイラさんも水星呼ばれされてないといけないんだよね。やべ、ついに落ちちまったよ。ついに落ちしまった上になんか超強気になってるやつ。俺たちの60知識が。あ、上がってくる。こいつも上がってくるのね。あ、待って、じゃあお前も、うわ、お前が来るのは違う。お前が来るのは違う。いやー、お前は後回しでよかったんだけどな。お前まだ待ってほしかった。そうするとだ。君が来たのは許す。君はいい。あ、これ届かんかね。うわー、届かねー。まず、ユーコンをやります。まず、ユーコンをやりましょう。ユーコンなんてものはですね、フライマンタの前にはね、無力なんですよ。ユーコンの前ではフライマンタの前ではユーコンなんて無力。強すぎんか、こいつらマジ。こいつら強すぎんか。フライマンタの前ではユーコンなど無力。強すぎて笑った。なんだよこいつらマジで。ユーコンなんてものはいなかった。強すぎて笑った。はい、グラブロが S になりました。わーい。ついでに水中実験機も S になりました。なんだよこれマジで。やったじゃん。いやマジで、フライマンタ強っ。フライマンタ強すぎて笑うわ。こんなん全部こいつ倒せばいいじゃん。
やばすぎなんだけど。何こいつら。何こいつらマジ。やばすぎやばすぎ。やばすぎやばすぎ。やばすぎやばすぎ。フライマントが強すぎるマジで。嘘でしょ。俺がさ、俺が前半であれだけ苦労してたの何だったのかってぐらいの。え、何こいつら。何こいつら。ですね、ユーコンが落ちました。ユーコンが落ちました。俺が前半あれほど苦労していたユーコンとは一体何だったんでしょうか。え、何強すぎん。ユーコン強、え、ユーコンが爆速で死んだけど。え、これそしたらさ、もうさ、ホワイトベースでこいつら片付けていいんじゃね。まあ、ガウさ、これ、あ、ちょっと届かんか。ちょっと届かんか。これってさ、フライマンタだ。フライマンタでさ、こいつらって殴れるね。いや、フライマンタがいなかったことでしょ。これフライマンタがいたらね、前半のね、ユーコンとマッドアングラなんかね、楽勝でしたね。もっとフライマンタを量産しろ。普通にこれ当たんない？当たるんか。当たんないとか言ったら本当に当たったの、ちょっとびっくりしちゃった。短期じゃなくて支援です。これ、ここにガンダムを置けると、いろいろと反撃支援やる何やるやりやすいから。で、ついでにガウを落としに行きたいなぁ。1万2000だろ？あんまりもうフライマンタいらない。ユーコン全部片付けたから、もうそこまでフライマンタがいらなくって。どこだよ。だからなんならこれガウのエネルギー切れさせちゃって爆撃できないようにしてもいいな。そしたら下に入っても安全だもんね。いや、 16% は多分 16% はあっちじゃないですか。支援、なんだっけ、援護射撃か、援護射撃の方じゃないですかね。さすがに支援攻撃で 16% ってことはないと思う。もうちょっと高い命中率出せると思う。これでガウの HP がギリギリになった上に、このガウはもう砲撃ができないので、あとで適当にプロタイプガンダムで上昇して倒す。OK？ なので、これでこっちはよしだから、あとはこの辺を雑に倒していけばいいんじゃないでしょうか。よいしょ。いや、本当にね、ジム、さすがにジムよりフライマンタ。でもさ、実際そうじゃないですか。宇宙とか行ってもさ、実はジムよりもボールの方が役立つみたいなパターン結構あるもん。なんか、このゲームだとさ、ボールってさ、実弾かける2とかだから意外と火力出るんだよね。てかもうフライマンタが強、フライマンタとさ、戦車強すぎてさ、なんか、他のゲスト機体いらないんだけどさ。てくれたとか、これ落ちるよね。よかった。それで落ちるよね。うん。なんかこうやってるとジジネとギレンの野望ってやってること変わらんな。結局フライマンタエラーで航空戦力持ってボコしてるやん。よし、意外とレベルが上がってきて。ここだとさすがに、君一個ずれとるじゃん。一個ずれてたね。俺今ここだと思ってたわ。これって、できるのか。これは、何パーだい？意外と高いね。ビームライフルで、あれこれこの攻撃はさ、
この攻撃は支援入れらんないんだよね。入れらんないんだよね。オッケーオッケー。了解了解。薬あたり作ってからだろう系プレイ。でもね、薬とか作っても多分ね、エネルギーがね、ちなみにそれで言うと一番楽なのは、ウィングゼロを作ることだから。よし。オッケーオッケー。オッケー、これで。とりあえず問題のガウを一挙落とした。あとは、なんか奥にいるガウがいるけど、なんかもう、お前はホワイトベースに、ホワイトベースにやってもらおうか。さすがに 25% じゃ当たんない？さすがに当たんない？さすがに当たんなかった。くそ。こいつに爆撃されてもめんどくさい。そうか。そうだな。じゃあ、まだユーコじゃねえ。まだズゴックとかいいんだよね。あとズゴックがいるんだよね。さりげなく、クスイガンダムとさ、ペイネロペイのこのゲームの違いでさ、あいつら、バルカン持ってるから普通に便利なんだよね。低燃費で殴れるっていう。これしばらくファットワンクルもう、回収役でいい気がしてきた。思ったけど、ここビッグトレイがいるから回収役いるのか。これだいぶいい感じに敵を殲滅できているのではないか。よし。あー、ドーベンウルフねー。ドーベンウルフ強いからね、あいつら。あいつらマジで強いからね。まあ、ドーベンウルフ、ちなみにドーベンウルフは量産機ですかって言われると、どうなんでしょうね。あのぐらいは量産機なんですか？高級量産機といえば高級量産機なんだけどさ。ところで、ジジネターナルはまだでしょうかね。私もまだでしょうかね、ずっと言ってる。ていうか、まだ出てなかったんかってなんなら思ってた。あ、こんな時間にこんばんはです。お疲れ様です。あと何機？意外と敵減ったよね。いや、このめんどくさいジャブローが、割となんとかなってる。お、あ、お、あ、お、それはまずくない。あー、痛いです。痛いですね、それ。それは痛いです。名前からシードが燃えてる間に出るってどういうこと？ああ、ジジネーターなるか、そういうことか。そういうことか。エターナルってことね。いや、マジで全部、今回のステージに関してはね、61式よりフライマンタっすね。マジでフライマンタ。よかったな、フライマンタ。さすがに最強だった。ちなみにこいつら、これってさ、あ、陸上にも撃てんのね。なんか適当に降りて、攻撃するか。そこの奴らを叩く手段があんまりないんだよね。届かない。絶妙に届かない。悲しみしかない。さてと、ここまで来れば、あとは殴るだけ。あとは殴るだけ。ジムコマンドさんは飛べる。飛んでもいいだから。入んない。飛んで、殴って帰ってくるか。外しそう。すげえ、どっかで外しそうな命中率してる。66% はどっかで外しそうな命中率してるわ。あとエネルギー何発分持つかな。22。バルカンとサーベルが1回ずつ打てるけど、バルカンちょっと実はこれ位置悪いか。いや、ガンタンクどかせばいいからバルカンでいい。いやー、OK。いや、60% 全部当ててくれるね。
マジで燃費最高。一発10で、バルカン6はね、いいエネルギー効率してますね。え、ここだから、ガンタンクは邪魔。これ一回閉まっていった。閉まっちゃって、降りて、バルカンと支援攻撃でこいつを倒して、あ、なんか今俺久々に見たよ 100% っていうこのすっごい安心感のある命中率。で、これで今ジムコマンドも3になって、プロトタイプガンダムがあと1体だけ倒すとエースになるんだよね。だから、これでガウに閉まっちゃって、あと、敵がズゴッグ2機と、グフが1機と、こっち側に、さっきアムロを狙ってきて、なんかズタボロに刺された奴らがいて、で、あと、上にガウが2機でしょ？ってなると、これガウさ、どうせもう降りてこないじゃん。もうホワイトベースに任せていいかな、これ。これもうホワイトベースに任しちゃって、一回こっちに逃げようか。事務会あたりかな。てか、事務会ってさ、あれ、時期いつ？なんか、期待としてはダブル OATC かな一応、事務会って。でもなんかさ、なんかのやつにさ、次元だっけか、あの、なんかソロモンかさ、アバワクーになんかいなかったっけ、俺の気のせい。あんまり覚えてないんだけど。てか、このゲームってさ、一気に対してマップ兵器撃ってくるんだね。俺、そっちの方がびっくりだわ。なんか、事務会ってさ、怪しいよね。え、終わんの12時半くらいですね。いや、さすがにそんなかからんでしょ。あと1時間、今11時半でしょ。あと1時間かからんでしょ。あと1時間ここからはかからんやろ、多分。あ。なんか微妙っすよね、事務会って。あいつって1年戦争中にできてんのみたいなとこある。え、なんかこの辺がわらわらしてくると。ちょっと、待たないで。ちょっとドムとか言うからさ。あんまり当たられると困るんですよね。君たちちょっと邪魔なんだけど。地面戦争末期に試作機ができた。あ、微妙なレベル。すげえ微妙なレベルやん。末期に試作機ができたとかいうのマジ。出た、光気センサー型ジム。あとは捕獲していくか。先生さ、末期か。ギリ末期か。あ、そう、なんかさ、モンシーあたりがさ、なんか乗ってたじゃん。てか、その、不死身の第4正体とかがさ、なんか、どっかの GGN でさ、なんか乗ってきてたよねっていうのが、なんかあって、記憶に。あれって、あったよな、そんなことっていう、なんか、すごい曖昧な記憶。圧流容器か。てか、なんか、あの、全然見てなかったけどさ、あの、ガウが、平気でホワイトベースの攻撃でお亡くなりになってんだよな。なんか、あの、事務会の話とかしてて何も見てなかったけどさ、あの、平然とした顔で、あの、ガウをボンボコ落としていく、このホワイトベースとかいう化け物。はい、なんか気がついたら、空の敵がいなくなりました。で、空の敵がいなくなったので、もうこれはもう、ドーネスカルゴさんを使ってですね、ズゴックを取っていいので。こいつら使ってさ、ブライトさんが強すぎるね。まあ、事務系とかはね、どこまで徹底するかみたいな話はある。だから全部 OK はちょっとね、ちょっと、
ちょっとな。それやっちゃったら、ほら、なんかね。まだ、次回だし。まあ、それに、んー、いや、まあね、なんか、自分会は個人的にやっぱあれ、WITSD なんだよな、イメージ感が。すごい俺の個人的な話だ。ね、連邦の戦艦は化け物だけどね、連邦の戦艦以上にね、連邦の航空機も化け物だ。あ、違う違う違う。さて、これで、なんか、ズゴグも全部ボコったから。ズゴグもボコったんで、これあとね、なんかガイさんで適当にボコるか。あとはガイさんで適当に殴ればいいから、ちょっと引いて、ちょっと後ろに下がってからこいつは展開して、コマンドとプロトタイプガンダムをエースにしつつ、できればガンキャノンもエースにしたい。ガンキャノン？ガンタンク。最近のスパロボは戦艦最強なんだよね。そうそうそう、多分ね、作るだけ作って放置してね、他のとこ触るが多分ね、ありそうなんですよね。多分そうなる気がする。よし。よし。これでみんな HP ギリギリだな。あれ？これ、さ、ついでに捕獲できない？君たち捕獲できないかい？よし。最初の方はジム会でしたね、確か。ジムカスタムって中盤からだよね。最近のスパロボの戦艦で？え、最近のスパロボで一番強いのってことですか？強いのって言ったらさすがにヤマトだけどな。あ、間違えた。そうか。え、ウィンキー戦艦が復活したら？いや、ウィンキー戦艦だってね、強いっすよ。あの、だって、ほら、機関砲で、ね、ヘビーメタル倒せるからさ。強い強い。ほら。ウィンキー戦艦は、あの、メガネで止まれ戦うのが間違ってるだけであって、機関砲なら当たるから。なんだろうね、必中使える、あの、エレ様とかはね、普通に強かったし。大丈夫、ウィンキー戦艦もきっと強いよ。特殊な使い方特殊な使い方だったか。おかしいな。俺にとってはあんまり特殊な使い方ではなかった気がしたんだから。オッケー、これで、だいぶまとまったはず。あとは、ジムコマンド近づけて、いや、一応、オーラの魔法マジ強かったっすよね。あ、これ。これ良くない。これ良くない。これ良くない。ビームライフルの方が安定するかな。ビームライフルの方が命中率低い。え？回避されてるのにビームライフルの方が命中率低いの？シーラ様はね、精神コマンド強いんだけど、当てれないんだよね、あの人。あの人当てれないんだよね。オッケー、これで。これで。プロタイプガンダムもエースになった。いや、ドライストレーガーはね、あ、その命中率嫌です。ね、俺がね、ドライストレーガーをね、あんまりそうしてないの理由はね、あ、待って、めちゃいいです、めちゃいい。あっぶね。あ、そういうこと？地形適性って、カッコクワード乗らないで射撃だと思う。なるほど、その可能性ってか、あの、ミノスキ粒子濃度、えぐいっすね。なんかあの、何にも考えてなかったけどさ、このゲームの、え、だってこれって要は、命中率 30% 上がる、回避率か。回避率 30% を、40% を上がりますよみたいな、そういうことっしょ。言ってることえぐいじゃん。スパロボなんて目じゃねえくらいに、補正値バグってんだけど。いや、これはさすがに当たんなそう。これはさすがに当たんなそう。あ、確かにね、ミノコだから射撃にしか効果が乗らないは、なんか、ありそうだな。これはありそうな気がするね。ああ、確かに。67% あるもんね。
ああ、そんな気がする。そんな気がするわ。身の子だからか。あ、それは格闘な方がそれは余裕で強いっすね、そうすると。面白。あ、そうなんだ。あ、だからこのゲームってこんなに格闘武装の方が命中率高いってのもあるんだ。いや、確かにさ、なんか格闘武装って異常な命中率の高さしてるじゃないですか。だから、なんか何も考えてなかったけど、そういうところを、ありそうっすね、この感じだと。だって、露骨に高いもんな。だったらこれバルカンでいい？バルカンでジャグリンでいい？落ちてくれるっしょ。もう粒子じゃなくて、粉じまってる。いや、このレベルだとね。だって、これで。これでプロトタイプガンダムもジムコマンドもエースだよ。あとはガンタンクだけだけど、お前はまあいっか。突然陸上しか出れないけど。まあ、シェルドの蒸気はまた宇宙になってからは、またなんか新しい砲台系機体が手に入るさ。てか、ザクキャノンが欲しいな。あ、ガンキャノン作ればよかったのか、俺。ね、そう、ミノコが、そういう仕様だから、格闘には影響が出ないってことなのかね。あと、そうなると気になるのはさ、格闘属性射程 2以上のやつですね。あ。射程2以上のさ、格闘武装が、どういう最低になるのかはちょっと気になるけど。これ当たってくんない？当たったけど生きてる。待って、それ待ってね。それ割とまずくね。それはよくなくね。危ない。ダメだ。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。怖い怖いからさっさと動滅からこれ倒そう、あれ。動滅からこれさっさと仕留めるんや。クワワーゼか。いや、他にもいるんじゃね？他にもなんか格闘武装のさ、そういうやついるでしょ。ナックルバスターは普通に2-3じゃないですか。射程2-3の武装じゃないですかね。さて、2-3のビーム1の、ただの射撃武装とかじゃないですか？あ、そう、ナタックとかね。あ、てか、だからガンダムハンマーだよね。ガンダムハンマーがどうなのかだよね。よっしゃ。お。ガンダムハンマーかとか言ったら、ここにいいもんあんじゃん。ここにいいものあるんだけど。ビームライフル。待って、こいつ地形どうなってる？こいつ地形、陸上でも 10% かかるんでしょ？これ 10% かかるんでしょ？ってことはさ、これが 91% じゃん。ビームライフル 91% ね。ねえ、こういうのやめない？こういうのやめません？もうちょっとさ、もうちょっとちゃんと、なんか差が出るんならもうちょっとちゃんとした差が出て。ちなみに命中同じなんで、なんか、想定で人同じ、全く同じになるか、ちょっと 10% ぐらい下がってくれるかの、そこを期待してたんだけど。なんだよ、2% って。ボタじゃねえかよ、マジで。ガチで誤差だろ、2% はよ。あ、パイロットの射撃能力のさ、それはある。あ、射撃の方が高い。ってことは、誤差じゃね？ってことはこれ、格闘射撃武装はさ、身の程影響受けてんじゃね？ってことは、格闘のスーパーナパームがそのぐらいしか差がないってことは、ビームライフルとあんまり変わんない扱いになってる？あ、待って、これ生きてんだ。生きてるけど、どうせグフが何かができるわけじゃないからいっか。あと他に敵ないよね。あとはあれか、左側にちょっといんのか。なんかこの分だと、身の子の影響を普通に受けてそうな気はする。ですね、とりあえずこのズゴックさんは、エネルギーがない。エネルギーがない。届かない。細かいこと言ってないで、フライマンタで倒しちゃおう。なんか水中実験機がやられそうで怖い。
局信頼できるのはね、多段武装とね、爆撃ってことよ。なんだろうな、こいつのやつ。ミサイル系ね、このぐらいの命中率でもさ、鍛えちゃうのマジで偉いよね。特にこういうさ、ゲスト自体のさ、なんか反撃食らってもまあ、いっか、みたいなやつらでさ、雑に攻撃できるやつが持ってるとほんと強い。さて、これであと残りは最後さっきのグフだけかな。残りはさっきのグフだけかな。よし。ああ、そうっすね。アクガイのムチとかね。だからヒートロッド系とかもそうっすね。もうちょっと見たいところではあるね。あ、え、あ、バルカンで落ちない、落ちないからこれ。ああ、そういうの見てほしい。そういうの見てほしいっすね、あなた。最後はシェルドで当たるのか、チーム本当に。いや、それは当たんなそうじゃない？これはちょっと当たんなそうじゃない？これね、いや、なんか、でもガンタンクに乗ってもさ、やっぱ強かったんだけど、やっぱね、支援で撃った時がシェルドホーリー一番、なんか生き生きしてる。自分で攻撃した時じゃないね、あいつが輝くのは。しかし、このエターナさん、サーベルしか振らねえな。でもエターナさんさ、射撃者上がってくるのって結構後半なんだよね。まだこの辺だとあんまり高くない。いやー、結局こんな時間か。まあ、3時間だったからまあちょうどだな。いや、本当はね、もうちょっと早く終われば、ギリ次のステージ行けるかなと思ったの。次のステージが多分短めでさ、その次がさ、バカ長いじゃん。俺の記憶が正しければ、一個あってソロモンなんだよ。どうせね、ソロモンでね、死ぬほど時間かかって、その後の光る宇宙も死ぬほど時間かかるから、次のステージをね、いかにして処理するかだったんだよな、本当は。じゃ、なんか地味に。いや、どうせさ、リックドム12機の話があるでしょ。どうせコンスコンとかが出てくるんでしょ。いや、長いでしょ。だってソロモンあって、光る宇宙あって、アッパー湧くでしょ。長いよね。さて、めっちゃいるね。さあ、お待ちかねの。皆さんお待ちかねの。お待ちかねの時間です。ブローバーは持ってるので大丈夫です。ズゴッグ、ゴッグ。で、ザック、マリンは持ってないから確保しといて、ゴッグってさ、ハイゴッグになるのと、あとなんだあれ。てか、ズゴッグ気がつけば1機しか捕獲しなかったわ。そっか。あの時のやつだけか。そうだ、ゴッグも2機いりゃいいんじゃねえの？そんなたくさんいないやろ。まあ、俺に持っといて、ザクマリンはいいか。ザクマリンはいいや。ゴッグも3機いれば多分まあ十分だと思うから。まあ、あとはいいや。オッケー。3万9000円十分だよね。さあ、そしてガチャの時間です。お待ちかねのガチャの時間です。6人もいますよ。今回は6回ガチャが引けますよ。まずは1人目。行きましょうか。いや、そろそろね。はぁ。来てしまったな。やばい。ガチャの引き運が強すぎる。ガチャの引き運強すぎる。やべえ、ここに来て、マークギルダーさんが来てしまった。さすがに最強パイロット来た。クソ強最強パイロット来ましたよ。いや、これでようやくエースパイロットできるやん。いやー来たね。いや、GJ にオリジナルといえば。GJ にオリジナルキャラといえばですよ。マークギルダーでしょ、やっぱりここは。いやー、マジで。いや、こいつほど有名な GJ のキャラクターいないからね。い
や、この流れで、この流れ、この流れいいよ、流れいい、流れいい、流れいい。流れいい。え、待って。こいつってさ、爆発のキャラじゃなかったっけ？あれ？こいつさ、確かさ、こいつ確かステータスお化けじゃなかったっけ？オグマフレイムってこいつ、こいつさ、なんか、オールドタイプだけど、ステータスバカ高いキャラっすよね。てか、レベル1でね、射撃格闘12やんねんな。そうだよね。この人もグー誘導キャラだよね。やばいやばい。これ、そう、これ、ジャブローの補給強いよ。ジャブローの補給ベース強いよ。てか、敷地7ってやべえな。いくよ。この3人目。3発目。やばいって。やばいって。やばいって、これ。え、ガチャのピーク来てるよ、これ。ガチャのピーク来てるって。ガチャのピーク来てるって、マジで。最強の整備キャラ来たよ。もう整備といえばの人来たやん。もうメカニック変える必要ないレベル。え、やばくねこれマジで。あ、トニアみたいな見た目マジでわかる。え、マジで、引きバケモン化してる。単発ガチャの引きバケモンなんだけど。え、バケモン、バケモン、バケモン。バケモン、バケモン。バケモンしか言ってない。やばいやばい。やばいやばい。ちょっと待って待って。なんかガチャ運全部使ってる。やばいでしょ。え、だって、だってさ、え、待って、なにこれ。えぐいね。ちなみに、これ333しかないけど、ニュータイプレベルが4とかあるからね、バカ強いっす。いや、これもパイロットに困ることないよ。もう、一生育成したいよ、これ。あ、そう、最適化だったんですよね、そういえば。あ、じゃあ、残り2人。いや、これ、そろそろね、そろそろ運が収束します。ほら、運収束してきた。運収束した。よかった、よかった。え、よかった、よかった。よかった。よかったよかった。運収束した。これしばらくモンスト星5出ないかもしれないですね、俺。もう引けないわ。しばらくモンストで5ガチャ引けねえな。おかしいな。ちょっと、呪術回戦ガチャ始まるんだけどな。よしよし。あー、なんか、こいつが来たことによる安心感すごい、今俺。はい、じゃあ、ラスト一人。まあ、これ来ると、このシガン兵の後多分ね、まあ、しばらくシガン兵ないかな。一年戦争クリアするまで来ないと思うから。じゃあ行きます。ラスト。ノーコメント。ノーコメントやろ、マジで。ミンミスミスはノーコメントだろ。これはノーコメントっすや。ちなみに、俺未だにこいつ男なのか女なのか分かってない。てか、これさ、これカットインないのってこいつだけじゃね？これ、さ、カットインないのこいつだけじゃね？そうだよね。うん。うん。え、ジャブローメンツ強すぎじゃん？さすがにジャブローのメンツ強すぎるわ。いや、あるハザットだけだって、ちょっと。いや、これしかもさ、これすごいありがたいのはさ、オグマフレイブが来たことにより、そのパイロットとして使えるのもそうだけど、戦艦二人出せるキャラとしても使えるのやばくない？いやー、これはやばかったわ。マジでホクホクすぎた。あー、はい。はい。忘れてないよ、バーニーみたいな。とりあえず、さっき作ったのが、こいつとキャトル作ったんで、ここ2体消しといて、まあ、一旦ジムコマンドと、宇宙実験機登録しますと。で、設計が、なんかできたよ。
なんかできたよ。いいが、あ、待って待って、これってもしかしてさ。ああ、来た。来たぞ、ゲルグが。そっか、プロタイムガンダムでもいけるんだったね、これ、俺。忘れたわ。D ガンダムって実際、D ガンダムの時期に関しては、D ガンダムの時期に関してはちょっとなんとも言えないけど。ゲルググ来ちゃったよ。ゲルググはでかいでしょ、さすがに。ジオンより先にゲルググ作っちゃった。赤いグラブロ、赤いザクマリナ。他になんか脱出できないの？なんか、あ、ザクヘンとかできる？なんかいた、今なんかいたわ。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 いや、ゲルググはさすがに強いな。お金高いけどね。しかもゲルググはザクヘッドは、いや、ザクヘッドはね、まあ、ザクヘッドはさすがに後でいいかな。あの、ほら、このゲーム的には、ザクヘッドは、あの、上げると、ガザミーが作れるんですよ。ガザミーがね、ガザミーっていう、あの、ガザシリーズに繋がる機体が作れて、ゲーム的には非常に有能な機体なんですけど、あの、ガザシリーズ作ったところで、今俺には生産ができないので、特にいらないっていう。ちょっととりあえずグラブロがいらないんで、一旦お前消しといて。そう、あいつね、ガザに繋がるんですよ、実は。だって、ドラゴンフライがさ、確か設計できるんだよね。お前だっけか。あ、これでドラゴンフライができるから、これ消していいや。よしよしよし。ザクヘッドはとりあえず、あの、生産リストに突っ込むだけ突っ込んどいて、まあ、一旦スルーでいいっす。そんなことよりこいつだな。うん。あ、で、D ガンダム忘れてた。あとなんだ？そうそう、ガザシリーズがね、作業機械から発展機っていうことで、なんかあの設計するとそういうのができるらしいけど。あとなんか設計してないやつ、あ、待って、この辺は、はいはい。はいはい。なるほどね。特に何もないと。キャトルとグラブロからの設計の一人。グラブロがね、赤い、ザクマリナ、赤い。で、あなたが D ガンダムとゲルググ。ダブルは？そう。あ、これでも D ガンダムになるんだ。それレーズでも D ガンダムなんだね。で、この辺多分全部ザクヘッドだよね。全部この辺にザクだから。そうだよね。で、ドータップ水中型もさっき見た感じにグラブロと、ザクマリナ。で、水中型も、まあ、基本的にね、このアンカイ、グラブロ、ザクマリナばっかなんだよね、この辺って。うん、多分これは変わんないから。まず、アッタンクがいるぐらいかな。アッカイ、グラブロ、アッカイ、ザクマリナ。ザクマリナ、アッカイ、グラブロ、アッカイ。という形です。ゲルググができました。やったね。まあ、D ガンダムは、ちょっと、ちゃんと調べとこう。いつのあれなのかは、まあ、一応調べとくけど、多分ねって感じだよね。多分あいつは時系列的に、いや、まあ、どこなのって言われると、俺にはなんとも言えないんだけど。まあ、変なのいますよね、こいつとかね。ほんと変なのしかいないですよね、こいつとかね。マジ、変なの塊だから。待って、一応 D ガンダムもだから、生産室だけって言っておこうか。何消そうかな。何消そうかな。さすがに今使ってる余裕ねえし。さすがに今こいつを使ってる余裕はないし。変なの縛りはしません。変なの縛りでもサイコロガンダムとかいいやついるからな。よし。
こんなもんか。いやなんかや、えぐかったな、パルト。今回マジで当たり引いてたわ。とりあえず今日はここでやめるんですけど、これさ、次回どうしよっかな。まあ、強行突破作戦だよね、多分。あそこでどんだけ時間かかるかわからんけど、多分そんな時間かからんと思うんだよな、個人的には。よいしょ。うん。よし。つうことで。ま、今日は、この辺で終わりにしますわ。よし。よいしょ。いやーなんか今日はね、配信開始からすごいバタバタしてたけど、なんか、あ、皆さん本当、お疲れ様です。ありがとうございます。なんか、また音出ないとか、なんか変なこと、変なトラブルあったら、ね、言ってもらえると。今日のみたいにね、なんか対策する、なんかね、いろいろと頑張るんで。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。また、ジジネなり、スパラボなりで会いましょう。お疲れ様です。